日雷プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしなり。あ、ちょっと噛んでたね。いつ初めてかもしれない。一つよしなりの、いや、そうね、うん、いや、今日はスペシャルウィークなんで、有村昆さんと、ジャガモンの斉藤が来てるんですけども、うん、そうね、なんか会ってね、挨拶だし、なんかうっすら記憶があったから、なんだっけかな、フェイスブックのメッセージだったかな、はあ、遡ってみたら5年ぐらい前になんか有村昆さんのパーティーに俺誘われてて、メッセージで、はい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 、既読無視してたね。いやいや、返しなさいよ。それは返しな、返信をね、今回不参加でっていう返信はちゃんとしないとね。返信だけはさ、なんかね、しくじり先生でね、キリア監督がね、しくじりを話すっていう回があって、その時に有村昆さん、うん、生徒で来てたの。その時にキリア監督が、キリア監督でいいよね、キリア監督、うん、シャガンキャシャン、キャシャンか、うん、ジャガンってのスピリッツの漫画だ。なんかめちゃめちゃ調子悪いんですよ。大丈夫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 。先週ネタライブで思ったけど、うん、お前土曜のラジオ前にロケ入れんだよ、うん、ネタ飛ばしまくるしさ。いやいや、まあまあ、しっけしっけ。そうだね。まあいいけど、今日も早かったからね。でキリア監督と有村昆さんが生徒でいて、うん、キリア監督が有村昆さんに面と向かって、うん、なんか映画 の批評家が好きじゃないみたいなこと言って、うん、なんか、まあ、バラエティーの中だ、うん、枠の中だけどバトルになったのよ、うん、なんかその時の有村昆さんの言い分が俺なんか好きじゃなくて、うん、多分既読スルーしちゃってんだと思うパーティーの。ああ、そこまで鮮明に思い出したんだね。そう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 、そうなんだよ。そうかそうか。で、これもう本当不思議なことが起きてんだけど、ジャガモンドの斉藤の裏かぶりがもう大変で、うん、ようやく許可が下りて今日出てくれることになったんだよ。なに、普段からやってるの？映画評論をまさにやってんだよね、裏で。この時間にレギュラーというか。そんなかぶり方あるよ、M1 1回戦で落ちてる2人が。土曜の2人がって。うん。いや、俺らもさ、うん、1回戦でさ、落ちたことあるからわかるけどさ、うんうん、俺たちなんてもう、1回戦、2回戦、3回戦、2回戦、2回戦、2回戦、準決勝、準優勝みたいな。ああ、そうね。感じだよね。うん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 。なんか、ジャガモンドもさっき調べてみたら、そんな感じだったわ。うん、へえ。万年2回戦落ち。あ、そう。もうそこそこ長い、10年ぐらいやってんじゃない。でも今日、なんか相方も見に来てんだけど、うん、なんか、ちょっと俺、なんかジャガモンドに言いたいことあって。そう、なんですか。いや、なんかその、こんな、芸歴多分、うん、7、8年だと思う、うん、で2回戦で落ちたらもっとなんか、うん、よう恨んだような目をしてるよって思うんだよね。なるへそ、うん、誰も俺らの面白さ分かってんの、殺すぞって思って、うん、なんか楽しそうに生きてるからさ2人とも。いいじゃない別にそれは。うん、そういう性根の2人なんだよ。それはさ、その貸すものじゃないからね。いや、その面白いコンテンツがありすぎるんじゃないか、うん、世の中ネットフリックスにしろゲームにしろ、救われちゃうってことね。そうだ。心が M1 の審査員見とけよ、覚えとけよ、ほらって思ってる目してないといけないのに、なんか楽しそうだから2人が。でもさ、斉藤の方でやっぱ映画があるからさ。やっぱ映画を見映画があるからいけないんじゃないのか。面白い映画がいっぱいあるから。落ちた後は多分、いつもよりも、その連続で見るんじゃない映画を。それでこうさ。今ちゃんとね。うん。うん。やっぱ、もうそれはもうしょうがない。俺は商店街で暴れようと思ったんだからね。2回戦で落ちた時、形を変えてから。なるへそ。うん、もう。ちょっとジャガモンとちょっと2人ともちょっと来て、ちょっと今ブースの中に。
ちょっとその辺聞いてみたい。まあ、だから、本人で、はためじゃ、ね、ご陽気かもしれない。まあ、確かに現場にな、うん、なんか変な空気持っていくのも良くないよな。二、うん、人で会った時は、くっそがってファミレスで、朝まで言ってる可能性もあるからね。おうおうジャガモンとか、芸歴で言うと何年目なんの、うん、今一応8年目で。ああ、だから8年目ぐらいでしょ、はい。それの、一回戦で落ちたのはさ、はい、ショックだった。だいぶショックでしたね。あ、本当。はい。二人で話した、うん、ショックだったら。そう。それは話すよね。話しますよ。どんな風に思った一回戦落ちた、うん、それはいつ話すの落ちたってなった後話した後日話しました。どんな会話になった、うん、場所どこで場所は稽古場で喋って。二人きり二人きりで。ああ、いや、そう、いいよ、いいぞ。はい。喋らせていただいて。結果出た後すぐはい。あの、結果と、すぐ、もう次の日とかですかね。いいぞ、いいぞ。集まろうっつって。なんかさ、はい。で、もう、これは絶対通るだろうと思ってやったネタが、落ちたんで、まあ、反省会になるんですけど、でもまあ、間違えずに楽しくやれたねっていう。いや、それ、その、え、ちょっと待って、その、はい、最後のまとめが結構あって。合ってますよね、木戸さん、これで。ちょっと審査員が違ったねって、今回は。でも楽しく漫才できたからよかったね。はい、で、二人で別れたの。そうですね。もうほんとやめちまえ。いやいや、もうちょっとやらせてください。俺はでもあれでしょ？もうちょっとやらせてください、岡村さん。いや、俺も、こういうこと言うタイプじゃないの。で、俺らも、わかんの気持ちが、はいはい。ずっとそう。で、自信あったら、ちょっと変えたもんね。変えました。事務所ライブ見てると。そうなんですよ。俺もなんかあれは伝わると思ったのよ。あ、本当ですか？伝わりやすいじゃん、はい、だって、うん。ありがとうございます。うん。それでも、だから、なんか、伝わんなかったなと。しかも、お恥ずかしいのが、うん、スタイルを変えて、で、いざ一回戦になるってなった時に、うん、元の硬いやつで一回やってみようってなったんですよね。あ、それはもう許せない。スタイルをちょっと戻して。もう、本当に事務所やめてくれ。厳しい。そんなこと、若林さん言う人じゃないじゃないですか。言う人じゃないのよ。そうですよね。そんな鋭利なこと言いますよ。ジャガモンとか、楽しそうだから。それはでもなんか、いろいろ二人でああだこうだ話し合った末のまとめでしょ。それはダメで。何時間か。それはダメ。新しい形で、うん。自信あるんでしょ新しい形に、うん。あります。じゃあなんで前の形に戻したの一、うん、回戦は。それだから、うん、あれでしょう。一回戦は、はい、とりあえず下手に見えなければ通るから、うん、あ、そうですね、確実に一回戦通るものを、はい、選んだわけね。ちゃんとした漫才を、はいはいはい、やってで落ちて、うん、で今再エントリーっていう、はいはいはい、もう一回受けれるんですよ。そうなんです。そうなんです。なんでもう一回受けて、そこでは変えたスタイルでやろうと。思いっきりも今までと違うものやって。好きなやつね、自分たちが。信じてる笑いだ。そうです本当にやりたいことをね。やったんだよ。うん、はい。うん。で、落ちました。え、何やってんだよ。落ちたちょっと、厳しいっすよ、小林さん。いや俺ももう、俺もこういうこと言う先輩にだけはなるまいって言われてきたから思ってた。自覚してるならやめてください。楽しそうなの、二人。幸せそうだから。今日は、だから相方がラジオに出るが勝ってるんですよ。そう、楽しみに。いや、でももっと世の中全体恨め。俺たちを認めない。やっぱそうなんですかね。もうオードリーなんかもう睨みつけなきゃダメ。いや、もういろいろお話聞きたい先輩ですよ。もうそんな睨みつけるなんて。あ、そう。じゃあ今日は昨日は楽しみだなと思ってきたの、はい。楽しみだなって。ようやくここまで来たなって、斎藤が。お前も波紋だな。波紋って別に何のもんでもないけど。いや、でも僕としてはなんでお前来てんだよなんですよ、その。あ、僕ピンで一応呼んでいただいて。そうだね。映画のね。はい。で、やっぱ集中したいし。昨日は、うん、どうしたの、うん、見たかったの？見たかった。生で見たかった、オードリーさんを。オードリーさんをラジオを、はい、ラジオそんな感じが、はい、まあ、だから相方が来るなら、うん、いけるだろうと、見学は。そうだね。まあ、野面の日にね、見学いいですかはちょっとあれだけど、ね、はい、ちょっと意味ですね。相方を見守るって意味でも、はい、乗っかってね、はい。だからちょっとニコニコしてたんだ、ずっと。ニコニコしました。いや、だからミーハーの気持ちなんですよ、ほんと。日本放送だーと思って。いや、これこそやめちまえじゃないですか、このメンタリズムで。いや、でもそこまで行ったら、でもなんか、たまに、うん、みんながなんか、びっくりする、うん、なんだろうと思うぐらい、はい、たまに、くすーって言ってほしいんだよね。僕らがすか、いや、怖くないじゃん。怖いよ。もうだから、そんな、なんか悔しがってたり、
するんでもないよな。また来年だよな。そうです。なんかもう悔しがっちゃうとなんか、リアルな人、折れちゃうんじゃないかみたいな不安もあるんです。なるほど、なるほど。それも分かってるから、大人になって。はい。で、喧嘩もしちゃうだろうしとか、変にか、今32の歳なんですけど。はいはいはい、はい。だからちょっとここはもう、声出たからいいか、今日はっていう。さすがにでもさ、再エントリーでまた落ちた時はさ、クソだと思ったでしょ、うん、思いました。もちろん。もう毎回思ってますよ。それは心の中では。はい、毎年毎年ね。はい。でも表に出さないというか。木戸さんもそうやってね、逃れてますもんね。そうですね。気にしたらね、止まんなくなっちゃう。それでもどっかで発散をし、だから。誰が言ってんだよ、さっきからって、ね。なんで怒れなきゃいけないんだよ。お前、M1 で1回戦落ちたと、今でも忘れないよ。新宿のゲーセンで岩崎と、パンチ力測ってたんだから。別にいいじゃないかよ。俺はもう許さないからな。別にいいじゃないかよ。楽しそうじゃないですか、それこそ。そういう、だから、なんか、一緒じゃないですか。うん、それは、だから、あるけど、はい、大人だから出さずに、仕事をしてるって、二人ともやってるってことだね。僕は特にもう映画で発散しようというか、その、映画のお仕事で、もうそこ、だから相方がどうしてるのか分かんないじゃないですか、溜まってるものを。僕はマッチングアプリに課金しました。落ちてから。それはなんか、やっぱ、そっちにパワーが向いたのかな。そうですね。恋愛頑張ろうって思います。お前やめちまえ。なんでですか？これ今のやめちまえはお前が言わせてるよ。マッチングアプリはずるいよ。巻き絵してましたよね。まあ、しょうがないよね。じゃあそこ、じゃあ来年、決勝ね。うん、じゃあ。いや、約束してくれるね。はい、いや、もうね、ね、うん、いや、もう絶対行きますよ。若林さんおっしゃるから。はい。これぐらい本気で。ほんと頼むよ。ゴールドライブに出てる二人なんだから。はい。ありがとうございます。決勝約束ね。はい。はい。で、ほんともう、一回、二回戦を、三回戦からは、なんかいろいろあるから、しょうがないとしても、二回戦までで落ちたら、ほんと時代じゃないけど、ほんとビンタもしていい。本当に時代じゃないじゃないですか。ダメですよ、それは。ビンタですよね。うん、それあんまり良くないと思う。僕わかんないですけど。いや、良くないよな。良くないです。やめた方がいいと思う。やめた方がいいよな。はい。落ちた後輩にビンタ聞いよ。最悪の。最悪だよな。そんな事務所だと思って入ってないんです、はい。正直。だから、そんぐらいと思って、まあ、見てるから、毎月。いやでもはい、ありがとうございます。そう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 。逆にそういう、もう今言っていただけたからこそ僕らもね、ちょっと頑張ろうと思えるというか。すごい元気、はい。頼むよ、本当にね。かしこまりました。今日はまあ映画だから。ちょっとじゃ切り替えます。アリコンさんにね、はい、ちょっとジャイアントキリング頼む。そうだよ、かしこまりました。まずは今日買って。今日買って。まずは今日買って。まずは今日買ってます。予選の予選だよね、やっぱり。来年のね。いや、かなりビッグですよ。そうだよ、俺も春日しかわかんないの、アリコンさんの器のデカさが、心の広さが。大丈夫、ここ。大丈夫、大丈夫。今もニコニコして聞いてるよ。すかね、そこの控え室。全然アリコンさんもね。うん。ジャガモンドは来年 M1 頑張るって。まあ、はい、M1 以外もあるけどね。はい。うん、ということで、うん、大丈夫、話が聞けたから。ありがとうございます。じゃあ、後で映画の時よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。そりゃ悔しいよな、春日さんな。いや、そりゃ悔しいでしょうよ。本当はね、秘めたらものはあるよ。はいはいはい。うん。それはやっぱね、発散映画だったり、マッチングアプリだったり。いろいろね、何かの形で発散して。多いんじゃないか、コンテンツが。M1 以外のコンテンツが。そうだよ。我々の頃はマッチングアプリなかったから、映画はあったけどね。なかったからね。それでやっぱりね。それがないとやっぱりもう耐えられないぐらい。肩でもぶつからないかなと思って帰り道歩いてた。誰かと。きっかけさえあれば。きっかけさえ。お前パンチ力測ってたからな。岩崎さんと。岩崎さん、私はやっぱ岩崎さんがいてくれたから。ガンちゃんがさ、私のなんかマッチングアプリよ。ガンちゃん。最高の、人類最高のコンテンツ、岩崎だろ？コンテンツだよね。まあまあいいじゃん、つって。来年もあるからさ、つって。まあまあまあ、そうそうそう。言ってくれるから。あれですね、後ろに目が欲しいですね、後ろに目が。後ろに目が？うん。どういうことですか？ヒルナンデスで、狂言、南原さんの狂言と漫才の佐渡の舞台に立ったんですけども、水田くんと春日と、漫才やった時、オードリーの漫才やった時もそうだけど、
後ろって見えないじゃないですか、人間。でも、客席向いてなきゃいけないから、はいはい、南原さんが、くる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 後ろで回ってるのを俺、わかんないんですよ。漫才やってて。はいはいはい。見ててたでしょ？見てた、回ってたね。だから、なんか、だから、狂言ってこう、ゆっくり歩いて、背筋伸ばしてるから、うん、それで歩いてきてるって思ってんの、俺は。うん、南原さん、くるくる回ってるの俺、うん、見えないから、うんなんか相方の春日となんか同じような、タイミングで出てきてますけども、みたいな、つかみがあるんだけど、うん、くるくる回ってるから受けてなかったんだよ、そのつかみが。なるほどね。ちょっとだから、食い違ってるというか。それで、くさーって思ってね。ストレートに。うん、楽しくできたから。コンテンツが少なかった時代の芸人だから。ダメ、うん、南原さんと、うん、ね、漫才やることなんかなかなかないわけだから、うん、それでね、楽しくできたからよかったなっていう。後ろに目がついてれば、うん、くるくる回ってたら別のつかみつやるじゃない、うん、はいはいはい。うん、もう楽しい、ご機嫌ですねっつって、楽しいんでしょうねって、いじれたりしたけど、はいはいはい、目がついてないからさ、うん、和牛の水田くんとやった時も、うん、窓を開けて旅館の外を見てたのよ。それがわかんないから、お客席の前に見てるから。なるへそ。そこだけが悔しくて、ちょっともうその後、昼なんですよ、ね、覚えてないね。あ、そう、その後まだね、しばらくあったけどね。あったけど。生放送終わるまで。うん。あと、ジャナイトオードリーの後半が、オンエアされましたけど、うん、やってみて思ったけど、密着の仕事を受ける人はすごいね。いやー、すごいね。もうほとんど喋ってないからね、普段はね。じゃないと踊りの企画では、うん、ああいう風になったけどね、うんうん。でもなんかやっぱ佐久間さんというか、佐久間さんと、うん、あれあちこち踊りのチームで、はいはい、やったんですけども、うんうん、まあ、その、すごいよね。うん、自分たちは分かんないことだよ。この時期に企画をやると、うん、ああなるってことは。まあまあ分からないね。それをこうずっと知ってくれてるスタッフさんだから、うん、佐久間さんはじめ、ああいう企画をやったから、うん、自分たちですごい面白かったって言われるってもうあんまりこう、手応え的なものはないですね。長時間の密着で。うん、嬉しいですけど、うん、よかったな、特番やらせてもらってって思うけど、うんなんか、笑いを取ったっていう感覚はないよね。まあそうだね。うん、狙ってなんとかっていうのも、とにかくなんかね。うん。うん。オンでというかね。あれカメラっていうかいないから、スタッフさんも。一人だけカメラ、デジカメぐらい持ってる人がいるだけで。うん、わかんない。受けてるかどうかも。うん、で、どこを撮られてるかもわかんないしね。わかんないね。ずっとだから、うん。ずっとだから。うん。あと、喋ったこと覚えてなかったけど、オンエア見たら思い出すだろうなと思ったけど、うん、オンエア見ても思い出さなかったね。自分じゃない人見てるみたいな、こんなこと言ってたんだと思って。疲れすぎて。なるほどね。わかるわかる。なんかとにかくね、一生懸命というか、狙ってなんとかじゃなかったもんね。ね。いやいや、そうね、確かに。まあまあ、やっぱこの企画作ってくれたスタッフさんがすごいわな。そうね。これは自分たちではわかんないから。うん。うん。ありがたい話ですよ、本当に。全然関係ないんだけど、うん、映画の企画とも。うん、俺、もう閉めたんだけど、うん、DM? インスタの。うん、に、なんか結構、なんか DM をなんか、閉じてんのか閉じてないのかがわかんなくて、うん、そういうのがあるって調べてみようと思って見てみたら、うん結構な数の先輩のメッセージを俺無視してて。おぉ。やべえ、もうやべえと思って。へぇ。で、なんか、共演したからありがとね、みたいなのを、俺無視しちゃっててさ、わかんないのよ、インスタって。へぇ。で、その人が先輩だったりして、うわ、超、でももう、うん、9ヶ月前とかのメッセージだから、今返しても変だしなと思って、それからその、解放っていうのは、一回したんだけど、だから本当にこういうもうネットの時代はスルーが基本みたいになってるから、もちろん変な人だし、何万人に一人の人たちなんだと思うんだけど、なんかの番組の、なんか、シンキングタイムの音だったかな。ほう。なんかの番組のトークしてる時の音が、なんかちょっと、
あの、トークに集中できないので、うん、なんか音楽変えてくれませんかっていう、うんうん、すっごい丁寧なメッセージがあったのよ、俺ね。うんうん、で、それは、うん、あの、何万人に一人の、うん、あの、する案件だっていうのは分かってんだけど、うん、ちょっと会って喋りたいのは、うん、その人って、うん、例えば、雨降ってきたとするんじゃん。で、傘持ってない日だとするんだ。そしたら、天に向かって、うんうん、あ、ちょっと降るのやめてくれませんかっていう人じゃないと、辻褄合わないんだよね、俺の中で。で、会って喋ってみたいんだよね。雨降った時どう思いますって。はい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 。うん、答え合わせしたいと。うん。うん、だから電車乗ろうとして、ホーム行った時に、うんうん、電車来るの遅ちょっと待ったら、うん、その電車の会社に電話して、うん、もうちょっと、僕がホームに着いたら早く来てほしいんですけど電車っていうやつじゃないとつじつま合わないのよ。うん、なるほど。どんなやつなんだろうと思って。それをね若林さんに言うっていうのはね。うん、番組に対してだったらまだわかるけどね。で喋ってみて興味あるのよ。ああ、そう。いや、そうね。こっちから質問、それだけ投げかけるっていうのもね。まあ、あと、アイドルのさ、うん、誰々をあの番組に呼んでくれないでしょうかっていうのもさ、そんな権限あるわけねえだろと思って。で、本当にそれ思われてるみたいよ。それだからボケじゃないっていうことなんじゃ、おそらくね。うん。もっとこういういじり方してくれないでしょうかとかね。うん、何万人に一人だろうけどね。わかってるけど。そういうの来んのね。誰かが要望に応えてるからいけねえんじゃねえのか、そんなのなんか。なるへそ。うん。うん。うん。通ったことがあったりとか、うん、通ることがあったりするのかね。うん。うん、誰かが。それ誰なんだろう。あと、うん、春日って乗ってくると、うん、椅子ギコギコやる癖あるじゃん。トークが乗ってくると。あんまりかわかんないよ。あ、そう。あ、わかんないでしょ。うん、ねえ、ずかね。みんなで喋ったんだけど、うん、乗ってくると座り直すんだよね、こうやって。ああ、なんか。すっごい座り直す、乗ってくる、落ち前とか。ああ、そう、気づいてない。なんかこう、うん。じっとしてられなくなるんだろうね。確かに、よく立ってなんか話したりしてるもんね。うん、怖いの、黒ひげ危機一髪みたいで。そんな飛び出しはしないの。上に、ドーンっつって。で、なんか、俺だと思ってるやつがいてさ。うん、ああ、その音が入るんだ、ラジオだから。春日さんが喋ってる時に、椅子の、揺らすのやめてもらえませんかって。俺じゃねえよって思ったし、あと、お前その要望取ると思うなよ、新電話と思って。そうだね。そうそうそう。いろいろそうなんだね。あんのよ。でもそれを、うん、それを肉眼に入れながら、うん、共演した人のメッセージを返して芸能界に馴染んでいくかの天秤になってんだよ。そうか。なんとかできないのかなと思いつつも、システムがわかんなくて。ああ、なんかね、うん、フィルター的なものがかかる。文言でわかんないじゃん、そんなの。まあそうだね。うん、そうそう、まあまあいいんだけど、うん、そういう人も少数ですよ、今日からね。どういう人なんかめっちゃ興味あるんだよな。いろんなところにそうやって言って、いろいろ送ってたりすんのかな。で要望なんて取んないじゃん、世の中ってほとんど。まあまあそうね。で、なんかお前は言ってたけどね、二十歳の時に、うん。初日の出お台場見に行った時にね。渋滞してる。来んなよ見に来んなよつって。で、うん、俺らも行ってんのよ。あったね。お前が来んなっていうね。まずお前が来るなって、ね。そんな感じなのかな。いや、そんな感じなんじゃないの、うん、もうだからもう、うんうん、目についたものをこうね、うんうん、言うとか。うんうん、だからいろんなと、若林さんだけじゃなくていろんなところに多分送ってるよ。うん、そういう人は。面白い時あるよ。うん、斜めの夕暮れ、本当に救われましたって。嬉しいのよ。うん、そういう感じで。うんへーっつって、うん、結構前に出した本だから、うん、すごくこうそのリアルタイムにはあんまり聞いたことがな い年齢の人も時間が経って読んでくれたりしてるから、うん、特にあの人見知り学部とか、うん、人見知り学部すごく救われましたって言って、うんうん、あの大学1年だったりするんだよ、うん、ですとか言ってくれて、うん、それで、うん
どんな子なんだろうと思って、見に行ってみたら、あの、男女をたくさんのバーベキューの写真で埋まってたりするのよ。すごいな人見知り学部に、そのぐらいね、うん、あの、自分の理解に及ばないところにも届いてるっていうのは嬉しいけどね。予期しないターゲットだね、うん。嬉しいよ、それはでもね。あ、そう。そうそう。あ先週の放送を受けて、春日カレンダーがちょっとだけ売れたらしい。へあら、ありがたいじゃない。ああ、そうだ、ほんと売れないっていうね。うん、で、ズカが言ってて、やっぱ、春日カレンダーじゃなくて、うん、春日何々カレンダーにした方がよかった。なるへそ。さっきは春日シワシワカレンダー、春日シワクチャカレンダーにした方が売れたんだよ。シワクチャカレンダーって。あの、ひそひそ話で話してたのよ。いや、春日ちょっと老けた気がって、俺が喋ってたの、楽屋で。ひそひそ、ひそひそ話さなくていいじゃん。ね、ネタ飛ばすようになったのよ、つって。うんうんうん、だから、あの、確かにカレンダーもシワクチャですもんね。悪口じゃねえか。そこ紐づけたら悪口だろ。ネタ飛ばすまでも、まあ、まだいいわ。うん、で、10月31日。月曜23時59分まで、あと1週間だけ、筋肉マンコラボフィギュアと、おやすみフィーちゃんコラボグッズ。これなんか T シャツの時だっけ、もうちょっと延長して発売してくれて、なんか言われた時にこう、二度と延長できないみたいなので、今回は。これは気をつけてください。うん、あの、買おうか悩んでる方はね。うん。うん、これは延長絶対ないんで。うん。で、すべての商品は HMV&BOOKS オンラインのホームページで予約できますということでございますね。うん、なるほど。はいはい、はい。うんでね、学研さんから、うん、なんか先週の放送を聞いて、学研さんの中にリトルトゥースの方がいらして、丁寧な手紙くれて、この、春日が、集めてた超人の、チケットを、学研の技図鑑の、それをね、全部ね、揃えたのをね、送ってくれたのよ、この学研の方が、もうすごい長文の、メッセージで話していただいてありがとうございますって、うんうん、ワンセット5種ね、チケットか。これでもね、ひそひそ話で話し合いになった。ね、ひそひそ話。うん、なんか、春日に渡していいんだろうかっていう。いや、いいじゃないの。いや、なんか、ご好意でね、送っていただいたんだから。うん、いや、その、こう、うん、このラジオを、その、線路みたいに使ってんじゃないかなって話になって。そんな別にさ。なんか欲しいものを、なんかこう叫んだら、うん、リスナーなり会社の方が送ってくれるみたいな使い方しちゃって、覚えちゃったんじゃないかな、みたいな、それを。なんかいや、そんなことはない。二世タレントみたいになってんじゃないかなと思って。会いたいっつったら、親が呼んじゃって、会えるもんだと思っちゃって。うん、で、これがまたその、まあ、今日はね、ゲストも不倫してますけども。うん、いや、なんまあ、春日もその、うん、まあ、ダブル不倫ですよ、だから。ダブルじゃん。いや、私は違う。私はね、浮気だから。だからなんだよ大きい声出すなよ。前から思ってたけど、だからなんだよ。それはやっぱ違うからやっぱ、ね、いや、お前の中で違っても傷ついてる人は変わんないんだよ、その言葉で。だからなんだっつうの、うん、いや、そこはやっぱね、アリコンさんとさ、一括りにはしてほしくないわけよ。あ、そうなの？そうやっぱり。え、それこそもう、うん、タッグトーナメント出てんのかな？なんでだよ。うん、ダブルフリンズで。うん。すぐやられて、そのヘルミッショネルズにすぐやられて。本線出れないよ、多分。うん、どう思うって話になっちゃって、ちょっとリスナーの方の意見で決めましょうか。あげていいものかどうか。また、過ちが起きちゃうかもしれないから。なんか、言いかねないから、いろんなことを。いや、そんな別に、うん。うん、そう、言わないよ。松茸の土瓶蒸しいいね。おかしいね、それは。行きたいね、なんか、でもな。炊けんだよなぁ、飛び虫、松茸とか言ったら、うん、松茸を育ててるリトルトゥースって絶対いるから。いないだろうよ。うん、イメージ結構年配の方だよ、松茸の。うん、経験が必要だから。結構その松茸探しながら、うん、その、ラジコ聞いてるって人もいるのよ。結構多いみたい。いるのか、いないで、まあ、いないとも言い切れねえか。そういう風ななんか思っ、うん、使い方になっちゃってるからさ。いやいや、そんなことはないですよ。でもあれ、でもありがたいよ、ほんと。だから、うん、キュレルさんもね。いやいや、そうよ。うん。もう、キュレルの中にもリトルトゥースいるんだから。ありがたいよね。もう選挙出たら通るんじゃないかなと思ってる。ここで。
ちょ、当選したいですよね、つって。キュレルの方も長文のね、うんうん、本当にこれぞ、あの、こういう企業として学んでいかなきゃいけないと思った、K' ダッシュステージも。うん、ね、何ですか、うん、いや、なんかその手紙書いてね、うん、ありがとうございますみたいなのが、やってんのかと。なるへそ。何か他でね。そうそう、ここまで。あと、うん、T リーグの方も。どう？ラジオ聞いて、うん、なんか、メッセージいただきましたよ。すごい細かく、どういう風にこう、出場選手が発表されるか教えてくれてっていうのもくれて、丁寧。T リーグにまでいるんですよ、リトルトゥースは。ああ、じゃあもういないとこない。卓球の T じゃないかもしんないよね。いや、卓球の T でしょ、T リーグは。いや、わかんないよ、本当に。何の T なの？で、その、だから、うん、まあ、だから L は抜けてるにしても、で、トゥ、リトルトゥースの、トゥースの、トゥースリーグ。トゥースリーグ、トゥースリーグでみんな戦ってんの。なんかちょっとこうペンホルダーっぽいしね、うん、トゥースもなんか。いやいや、その親指当たっててないからね。うん、まあでも、この意地悪してもしょうがないから、どう、ヒロシ、来てる？リスナーの意見を上げていいかどうか。うん、来てない。もう上げるしか、なんか、上げないのもなんかってことになっちゃうのか。それはね、いただいてるわけですから。うん。春日さんから。春日さんは欲しい。そら欲しいですよ。ああ、うん、そうか。そりゃもう、夢のチケットよ。チケット、うん。メールサーバーが止まってる。何やってんだよ殺到してるってこと？殺到してるの？ほんと。そんなに？悔しくて叫びなよ、帰りに。全員。円滑な放送ができなかったことを、ね。コンテンツが多いんじゃないか、悔しさを。うん、中和できる。そうだね。じゃあこれもう、じゃあサーバー止まってんだったら、あげるなっていうメールでもうパンクしちゃってるわけだから、あげないですけど、ね、そっちのメールで？あげないです。うん、いや、あげるで、これは、今日の頑張りによる、番組を盛り上げる、やる気によるよ。なるへそ。うん。もう、ちょっとじゃあ、最後エンディングで。線路みたいにね、使ってる、本当になんか、感じ、うん、ドラえもんみたいなさ、感じだと、うん、もしもボックスみたいなね、うん、感じで、なんか、僕はなんか、うん、何々が欲しいんだ、みたいなことを、なんか、言い続けてるじゃない、うん、そんなことないよ。そんなことない。うん、はい、もうたまにね、こういうことはね、うん、ありがたい話 あるけど。ちょっとなんか、うん、目線が上だなと思ってたのよ、喋ってる時に。全部チケット揃えたくなったのよって目線が上だからなんか。いや、そんなことないよ。うん。うん、別にさ、真っ暗になってさ、ぐわぐわって現れてないでしょ。うん、本当響き渡ってないでしょ、さ、声がさ、上の方から。なんか、ピラフの目線で。うん、で、なんかね、結構バックトゥーザフューチャーより面白い映画はあるのかどうかっていうことをまず聞いてみたいなと思ってるから。そうね。そっから入ってって、うんうん、今日はデロリアンは入ったのかね、日本放送の駐車場には立体には。ああ、あれは入るのかな、サイズ。売ったんだっけ、もう、確か。あ、え、もう何、何持ってらっしゃらないのかな。その辺も聞いてみた方がいいのか。うん、いや、そうね。あ、うん、デロリアンにカスタムした車で日本放送にやってきたんだって。あ、本当に？うん。じゃあ今、そのあるってこと？その駐車場というか、車庫に。うわ、見てみたいなー、リコンさんのデロリアン。いや、そうだね。ちょっと、変えようか。うん、なんか、デロリアンの中で喋ろうや。運転、俺運転するからさ。すぐ行ける？うん。うん、いや、確かにね、どうなってんのかとか、中とか。でも、全員逮捕されるけど、うん、140キロ出してみようか、デロリアンに乗って。ダメよ。未来に。うん、消えちゃう、プシューンってさ、タイヤ痕だけ残して、消えちゃうよ、全員。でも、アリコーさんにとってはいいんだよね、その方が過去に戻りたいんだからね。うん、そうね、うん、数年前にね。いや、言うもんじゃないよ、そんなこと。似合ってるね、でもね、やっぱりデロリアンがこの写真を今見せてもらってますけど。いや、見たいな、車。へえ、来てんだ。いや、そうね。パーティー参加したことあるんだもんね。
いや、ありますよ。私ね、マリコンさんのところ。そこで、クミさんと出会ったんだよね、うん、確かに。いや、違うわ。違う。その前からもうね、クミさんと出会って、やってるよ。あ、そうだ、ね。ビンゴ大会で当たってさ、映画の DVD はもう抱えるほど持って帰ったことある。へぇ、それアリコンさんチョイスの？アリコンさんのお宅にあった、DVD やつもでっかいこのさ、袋にさ、両手で。そんな、映画めっちゃ DVD あるってことじゃ、家に。まあ、そうだね。もしかして、お前、ここそのままで答えるってことは、もう、ブックオフ行きか、もしかして。そのまんま、直行で。やめてよ。ブックオフ行きではないけど、まあまあ、人にあげたりだとかね。いろいろしたけど。なるほど。みんなで。うん、まあまあ、ちょっと後で聞いてみたいと思うけど、うんうん、もう大丈夫ね、筋肉マンのチケット以外に今、なんかちょっとこう、狙ってるもんとかないね。それがだけが心配、うん、そういうふうに使ってるのだけが心配だから、大丈夫ね、ないね。ないないない、大丈夫よ。ないは、大丈夫よはダメだよ。ラジオやろうぜ。スペシャルウィークなんだから。もう、ひねり出せお前もう CM 中クソギャーって言えよコンテンツが多いんじゃないか、うん、すぐ発散できちゃうクソガーの時間が埋まる面白いものが多すぎるんじゃないのいやおいクソガーって思う時間がもったいないぐらいその時間あったら楽しみたいないね欲しいもん大丈夫ねそしたらいいけどねちょ、うん、そうだねうんないかななんだろうな、うん、あとなんかすごい不穏な噂を聞いたんだけど不穏私は予約しましたよ、うん、なんか筋肉マンコラボフィギュアは、うんうん、私は、うん、買わないと手に入らないんでしょうかそれとも、うんうん、いただけるのでしょうかみたいなことなんか、うん、えらい回りくどく、うん、何回も聞くっていう噂を私が、うん、今日もあの聞いて帰ろうと思ってるからね全然誰も教えてくんないからそれ筋肉マン、うん、で買おうぜ、それは買おうぜ一生に一度でいろんな人動いて作ってくれてんだよ、うん、どういうことなんだよいやでもいただけるんだったらさうん、それいただきたいじゃん1は、うん、2、3はまた考えるよそれ買うからするね。兄さんは考えるよってもう、うん、あの、締め切りは近いんだから買うしかないって。兄さんを考えてんだったら。だからそのまず1があるのかどうか。1があるか確認する必要ないじゃん。兄さん欲しいんだったら1個は絶対買うじゃん。2だとしても最低。まあでも2、あれ必要かどうかっていうのまたね。で、2、2、3欲しいって言ってたじゃん、今。まあでもとりあえず1をさ。じゃあ買えんのね。兄さん欲しいやって今撤回ね。うん、とりあえずだから、いただけるものは全部いただきたいよね。筋肉マンフィギュアだけじゃなくて。俺が何としても阻止するから。うん、それはね。うん。春日カレンダーも含めてよ。うん。うん、お前その、うん、一か八かで申し込まず、うん、会社からももらえず、うん、本当に悔しがれ。それは一番懸念してんのよ。やっぱ受注だからさ。作った分しかね、出来上がんないからさ。そうでしょ、うん、そこは心配してんだけどね。まあまあ、買ってください。うん、ということで、やっていきましょう。日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、日霊、出光興産、日本触媒、種の滝、AK レーシング、JA 全農、日本 FP 協会、昭和産業、長州産業、オリエンタル公募工業、テンパール工業、ヤクルト、アガルートアカデミー、キュレル、古川機械金属、劇場版ソードアートオンライン。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。日本ではラジオを聞いているあなたからのメールをお待ちしております。宛先は kw@allnightnippon.com です。メールはラジオの醍醐味。ツイッターでのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグは ANNKW です。ツイッターってラジオだ。
放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日に学べ。さあ今夜はスペシャルウィーク特別企画、日本の映画コメンテーター界の竜と虎がついに激突します。映画プレゼンバトルを開催したいと思います。早速紹介しましょう。日本を代表する映画コメンテーター、3作品の映画を同時に見る男、巨匠有村昆さん。いやどうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。キリア監督にですね、はい、お前の映画評論は浅いと言われた男でございます。よろしくお願いいたします。本気でバチバチでやり合ってましたよ、ね、いや結構ガチでしたよね。ガチでしたよ。いや有村さんもガチだったから。いやただまあめちゃくちゃ僕もね、いろいろ言われたんですけど、僕も頭きましたね、本当に。いや、もうガチじゃん。もうこっちも遊びじゃないんだと。そうそう。さんがガチじゃない。これでも、だから、うん、そのもう本当二人がさ、大人が言い合いするからさ。いや、そうなんですよ。当時俺たちは若いからさ、まあまあっていう感じじゃないから。そう。そこは、オンエアも熱かったっすね。いや、だからね、今でもキリア監督とはちょっと気まずいですね。本当に。おう、引いちゃってるじゃん。おう、引いちゃってます。そうなんですよ。でも、その、キリアさんの、絵のリスペクトとか、作品へのリスペクトあるってことですよね。はい、キリアさん自体はすごいいい人なんですよ。そうですよね。で、作品のリクセプリスっぽくのあるんですけど、うん、やっぱね、演出がね、うん、残念。いやいや。残念。ほんと。え？いやあの人だって全部セリフで説明しちゃうからさ、あれでももったいないよね。そうそう。それを言って、はい、キリアさんがまた言うみたいな感じの展開になって、そうそうそう。あれ惜しいよねって話なんですよね。本当に。まあまあ、ちょっとそれはそう、今日は、今日は、今日は違うんですよね。今日、キリア監督と対戦じゃないですもんね。そうそうそう。そうですよね。で、対するは年間300本以上の映画を鑑賞。M1 は1回戦落ちだが、この勝負は負けられない。ジャガモンド、斎藤正信。どうも、映画紹介人ジャガモンド、斎藤です。よろしくお願いします。斎藤も結構、最近テレビでも見るしさ。ありがたいことに、はい。増えてきたんだよ。でも、アリコンさんはどうなの、はい、やっぱりこう、うん、大先輩であり。いや、そうですよ。高い壁。高いですね。いやいや、低いよ、俺なんかもうほんと。いや、こう言ってんのがずるいですか。いやいやいや、もう1年半前に全部崩れたから。ほんとに。もう、確かに。そうそうそう。確かにそうそう。もう壁崩壊だから。ほんとに。今また作り直してた。そうそうそう。今、声時かもしれない。いや、今ですね。攻めるの。ほんとに。今、ちょろいよ。ちょろい。全然ちょろい。ハードル下げるのがうまいから。デロリアンで今日来たんですもんね。そうそう。今ね、日本その1階に止めてるんですよ。はいはい。いや、見たい。帰り見ようと思う。ただね、デロリアンは売っちゃったんで、今僕、テスラのモデル3っての乗ってるんですけど、それをデロリアンカスタムに作ってもらったやつを乗ってます。デロリアンに見えるってことですか？見えるね。だからラッピングもデロリアンと同じ色で。中は、構造はテスラ。あ、もう構造テスラ、さすがそこいじれないんですけど、ただ見た目はあれデロリアンっぽいっていう感じにしてるので。それ今日もバックスザフューチャーのね。あれ気づいちゃいました。いや、それだって書いてあるし、いやいやいや、そうなんですよ、これも。これバックスザフューチャー。あ、何サインが、サインが。これね、ロバート・ゼミキス監督のサイン。しかもこれ日付見てください。これ、2015年の10月の21日っつって。まさか。未来に行った日に、監督は日本に来日したんですよ。ほう。で、ザ・ウォークっていう映画のね。そして僕それでインタビューすることがあって、まさにドクとマーティが未来に行った日に俺監督にサインもらってるんですよ、これ。すごいな。もう今日気合入りまくりです。強くないですか？強いし喋りすぎだよ。そうですよ。もうちょっと。いやいや、僕ね、今日崖っぷち、ほんと頑張ってますから。もう私今日ね。勝手に崖っぷちになったんでしょ？いやいや、自分で下がってったの。お前もだよ、お前。なんで言われなきゃいけないんだよ。春日さん、我々頑張りましょう。我々じゃない、頑張りましょう。本当に。兄貴、兄貴、兄貴。お願いします。変なパーティーやってるからいけないんだよ。変じゃないよ。でも楽しかったよね。楽しかったパーティーよね。二人ともね、アイズワイドシャットでちょっと、仕事減っちゃってるから。仕事減っちゃったからね。別に壁つけてパーティーしたわけじゃない。健全なパーティーより。健全でしたよね。健全ね、ほんとに。だって春日さん、ブロッコリー食ってるんですよ、だって。超健全ですよ、だって。減量中だったから。食べてるもんはどうでもいいですよね。パーティーで。ヤックンがね、ヤックンが端の方で一人でずっといた。ヤックンさんね。関根勤さんもいてね。別にいいんですよ、そのパーティーの話は。いや、言うからそっちがさ。それで、は
い、ちょっともうまず最初、はい、バックトゥーザフューチャー、うん、はい、これたびたびこのラジオで春日さんと、うん、シンプルに面白さで、うんうん、あれを超える作品はないってずっと言ってるんですよ、うん、はいはいはい、我々じゃやっぱり見つからないんですよ、はあはあ、で、斎藤とアリコンさんに聞きたいのは、うん、バックトゥーザフューチャーより、うん、まあ概念広いですけど、うん、まあどんな概念でもいいです、はい、あれより面白い映画ってあるんですか、はい、あ、ないですね、まあ、あれ最高ですね、もうね、僕だってバックトゥーザフューチャー見てなかったらここに座ってないですもん。いや、確かに、ね。この仕事してないですけど。あ、そうなんですか。いや、いろいろ、その、例えば趣味趣向でね、興味深いとか、そうそうそう、ハラハラするとか、そういうのはありますけど、アクションがすごいとか、面白さ。そう、単純に面白さで、振りと落ちが完結してる、あそこまで入り組んだ脚本は、バックトゥーザフューチャーが一番です。あ、じゃあ、ありがとうございます。お帰りください。いや、本当に。いやいや、違う違う違う。俺今日ほら、勝負しに来てるから。いやいや、もうだってもう答えが、だってもう出ちゃったから。もうね、それちょっと好きすぎて今日ね、お二人にね、プレゼントこれ。ああ、何すごいじゃん。これ熱くない？すごい。これほら、すごいこれ。結果が全部載ってるバックトゥーザフューチャーの何これ。何これ。これ何ですか？どういう風に手に入るの？これ何？すごい。今日ね、これマーティーの車から盗んできましたよ。いやいや、夢があるな。これさ、今アメリカのオークションサイトで売ってるんですけど、もうこれはと思って僕、だから先週の放送聞いても速攻アメリカから取り寄せて、スポーツ年間を今日お二人にプレゼントします。え、これいただけるんですか？あ、これもう今日プレゼントします。え、ちょ、これ賄賂じゃないですか、これ。これはもうちょっと。え、賄賂です。賄賂です。いや、僕、土後輩なんですけど、先輩が賄賂渡すんですか？で、しかもその映画の中に出てくる、1955年の11月に、こう、ワンで、要は、通貨。ビーフが、はい、ほら、聞いてみろ、この後逆転するぞっていう試合のところもちゃんと乗ってるんですよ。なんかで、ね、ちゃんと、そう。白紙じゃないもん、ちゃんと。白紙じゃないんですよ。うわぁ、これゴミ箱に捨てたやつですよね。ああ、そうそれを拾って。いや、これ、なんかエロ本が入っててね。めっちゃ嬉しい。はい。そう、嬉しい。飾ろう。ぜひこれ。ちょっとまずいな。斎藤、一回戦落ちかもな、今日。またっすか今日は勘弁してください、マジで。映画ワングランプリは、落ちてもいいですけど、再エントリーさせてください。ルービーの方の M1 もちょっと。ルービーのもないもの。ダブルお茶きついっすよ。いや、ちょっと、アリコンさん、これは俺らちょっとな、カズがめっちゃ熟読してる。いや、すごいね。ちゃんと結論。でしょこれいいっすね。これちゃんと本当のやつなのかな。結論出ちゃって、まあ、サイトに後で聞くけど、アリコンさん、じゃあ、バックトゥーザフューチャーって、ワン、ツー、スリーってあって、いや、正直っすよ。ワン、ツー、見れば、まあ、俺も3も好きなんですけど、はいはいはい、ワン、ツーでも十分面白さ伝わりますよね。はい、で、岡田マネージャーっていうマネージャーがいるんですけど、はいはい、ワンだけ見て、やめたバカ野郎がいるんですよ。本当バカ野郎だよ、ちょっと。本当バカ野郎なんですかね、ちょっと。ちょっと岡田で、ちょっと、いるんですか、今。今いないんですよ。電話で。電話して。電話中なるほど。電話、いや、今いないんで。はい。電話ちょっと今繋いでみましょう。アリコンさん、岡田に2の魅力を。いや、ほんと、ちょっと。考えられないですね。そんなやつ考えられないですよね。はいはいはい。あれ出ないんだよな。え、すごい、もう、直に電話してますね。直で。これだから、我々じゃなかなかね、説明つかないというか、ネタバレもね、しないように、うまいこと、説明するの難しいじゃないですか、やっぱ2。で、面白さ。ワンだけ見てやめるっていうのは許せないんですよ、2人で、俺とカスが。僕許せないです。ですよね。繋がる終わり方ですもんね、次に。そう。斎藤、ちょっと待ってな。はい、全然チャンス取るから。あ、来た。あ、お母ちゃん？はい、あそこです。あ、お疲れ様。今ラジオ聞いてた？はい。あと、ほぼ、リアタイなので。あ、ありがとうございます。ほぼリアタイで毎週聞いてるってこと？はい、はい。別にそんな話はいいのよ。はい。別になんか、攻めてるわけじゃないから。なんか、岡ちゃん、俺が普段、なんか、すごい、モラハラしてるみたいに見えちゃうから、リアタイで聞けよみたいに言ったことないでしょ、俺は。はい、すいません。回り込んで説明してるもんな。で、バックトゥーザフューチャーの話なんだけど、はい。ワンでやめてる感じだよね。はい、そうですね。それは、なんでなんだっけ？いや、なんか、2は、まあ、見なくてもいいかなって。おい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 、ちょっと待ってくださいよ、これ。なんでだってさ、1の終わり方がさ、だってめっちゃね、明らかに続くさ、終わり方じゃない。で、もう今は、もう2もちゃんとあるしさ、待たなくていいわけだから。岡ちゃん、正直言っていいんだけど、これは全然忖度なしで、1は面白かった？でも、面白かっ
ったことは面白かったんですけど、うん、2に見るまで至らなかった。そんなじゃあそこまでは面白いんだ。そこまで面白いと思ってないじゃん。2に気になっても面白かったです。うん、ちょっと、アリコさん、はい、2の魅力を、はい、まあ手短になっちゃいますけど、はい、お願いできますか、はい、すみません、はい、お願いします。岡田さん聞いてますか、はい。あのね、これね、もう2が本当のこと言うと、バックトゥザフューチャーの肝なんですよ。うん、で、あの、はい、1って1985年から55年の30年前に戻っただけだったじゃないですか。はい、今度2は、ちょっとテンション上げてもらっていいですかね。返事がもう見る気ないじゃん。あの2は、1985年から2015年の30年先の未来に行くんすよ。はい、うん、はい、なんかなってましたね。はい。で、その時に、結局その、最初息子の、マーティンの息子は大変なことになるっつって、まあ、解決しようとしたら、さっきお二人に渡したスポーツ年間をマーティーが、はい、あの、買って、持って帰ろうとしたら、毒に怒られて、ゴミ箱に捨てさせられるわけですよ。はい。そしたら、それを、ビーフが横目で見てて、はい、で、過去の1955年の、自分にその、はい、お金持ちになれるやつを、スポーツ年間渡して、スポーツ賭博で儲けて、戻ってみたら大変なことになってる。さあ、どうなるって話なんですよ。はい。お母ちゃん。はい。今の話来て、どう ?2、見る、はい、今のところ見ないです。ダメです。もう切りましたか。これね、やっぱりあの、例えばね、ナイキの自動で、ほら、靴紐が閉まる、これね、閉まる。やっぱり、その、ナイキ社とかがちゃんと面白がって、本物を作ってくれたじゃないですか。当時2015年に。やっぱり、ね、そういう遊びがね、あるのがね、バックトゥザフューチャーの魅力なんですよ。まあ、いろんな派生してますよね。派生してますよ。そうなんです。いや、でも、見ない。信じらんないわ。信じらんないですね。アリコンさんいっぱいということで。いやいや。他何まず負けた。いやでも黒星スタートです。いやいや一番強いっすよちょっと。ねえ。これでも斎藤も話しにくいだろ、はい、この後、バックトゥーザフューチャーより、面白い映画があるって、はい、自分の中ではどうなの、ある、あの、ものすごい難しい課題だなという。難しい話。いや、そうだよね。やっぱ高いでしょ、壁として。僕も大好きですし、うん、好きすぎて高3の文化祭で、うん、教室にデロリアンを木で作ったぐらい、好きなんですよ。いいね、ちょっと後で写真見せて、それ。いや、もう見たい見たい。はい、でも、その、バックトゥザフューチャーってほら、総合力が強いんですよね。うん、もう冒険もの、恋愛もの、はいはい、コメディとかって。なるほど、なるほど。で、その上位互換ってなって、うん、この一週間僕頭の中でちょっと対戦させたんですけど、うん、いい試合をしてるなっていうのは1、うん、2本ぐらいあるんですよ。おー、はい、それは聞けた。いいですか、これ。それちょっと、なんでか、1分間って一応決まってんだっけ、一応1分間で。うん、いける1分でいける、ちょっと頑張ります。斉藤さんのバックトゥザフューチャーと、はい、まあ、戦えるんじゃないかという映画の紹介、お願いします。フリーガイという映画なんですけど、これあの、オンラインゲームの、あの、モブキャラが主人公なんですよ。で、実写映画なんですけど、本人は面白いのが、モブキャラだって気づいてなくて、毎日同じことを繰り返してるんですね。そしたらある日、一目惚れして女性を好きになっちゃって、で、この子に声かけようと思って、自分がこのルーティーンみたいな、マンネリ化したルーティーンを崩し始めたら、なんか世界がだんだんこう変わっていくみたいな話なんですね。で、それがゲーム上に、こう、すごく影響を及ぼして、その暴力にまみれてさ、あるいは、あの、ちょっとグラセフみたいなゲームなんですよ。暴力なんでもありみたいな。なんですけど、ガイが動くことで、そこがちょっと優しい空間にちょっとずつ変わってきて、そこから2、3展開ぐらいあるんですけど、これ、もう僕らの人生と同じ話だなという。俺らもなんかこう、ルーティーンでなんか繰り返し生きちゃってるみたいなのあるじゃないですか。そこを抜け出す勇気の話なんで、これはちょっとバックトゥザフューチャーにもちょっと勝ってるんじゃないかなという、必見映画でございます。ジャストじゃん、しかも。あ、本当ですか？仕上げてきたね。M1 一回戦で落ちたとは思えないね。これ試されないんですよ、M1 グランプリ。あ、これ違うのね。漫才なんで、はい、すみません。フリーガイ、すごい興味湧いたけど、俺。フリーガイも確かに面白いんですよ。はい。はい、面白いんですけど。何すか、いやいや、やっぱりね、ちょっとバックトゥザフューチャーの。いやいや、じゃなくて。え、そうそうそう。なんか番組乗っ取らないでください。聞いてないから。すいません、思わず、春日の感想も聞きたかったんですよ、フリーガイに関して。聞きたいです。アリコンさん見てます。見てます、見てます。フリーガイとバックトゥザフューチャー確かに、ため晴れるぐらいの実力なんですか、はい、全然晴れないですね。え？あら。これはね、やっぱバックトゥザフューチャー、いや、フリーガイもよくできてるんですよ。はい、よくできてます。ただ、はい、その、発明がないんですよ。
あなんか僕映画ってね、常にやっぱ時代の発明、例えば白黒がカラーになるとか、3D になるとか、それからバックトゥザフューチャーの発明って何かっていうと、場所は変わらずとも、時間が過去に行ったり未来に行ったりするっていうコメディーなんですね。はい。で、やっぱりね、フリーガイって、そのモブキャラが今までその雑魚キャラだった人が感情を持ってしまって、主人公たちに立ち向かっていくって、実はこの世界作られた話なんじゃないかっていう、あの、アンチテーゼを歌ってるんですけど、はいはいはい、でっていう感じなんですね。やっぱそれは誰もがわりかし思いつく話で。でではない気がしますけどね。なんでやっぱそこは、でではないと、ちょっと近い部分もあるってことで。こうやって繰り返しの人生を送ってる我々、あるじゃないですか。はいはいはい、モブなんじゃないかな。はいはい、でも、アリコンさん繰り返しの人生を送んなかったから、うん、それもあるんじゃないの。変拍子起こしたから。そうだね。そうですね。僕なんかバグりましたね、急にね。バグりましたよ。本当に、急に。そうなんですよね。だから、あ、でも、じゃあ、アリコンさん、はい、バックトゥーザフューチャーが仮に100点だとしてみます。仮にですよ。はいはい、フリー以外はどれぐらいまでいきますか。いや、まあ、でも、はい、65点ぐらいや。厳しい。うわ、見ましたな。いや、面白い、面白い。面白いですよね。面白いんだけど。はいはいはい、でも65でも十分面白いけど。例えばですよ、これ、はい、まあ、あの、ちょっとかぶしちゃっていいですか、これ。いいですよ。僕だったら、はい、スパイダーマンノーウェイホームを、それだったら対抗馬として出したいんですよ。スパイダーマン出しますか。ノーウェイホームか。これもね、そんなに面白いですか。スパイダーマンだったら、そういうのじゃないですか、はい。そうです。これ一番最近のトム・ホランド版のスパイダーマンの3作目になるやつなんですけど、これが映画界を大きく変えた、さっき言った発明があるんですよ。そうなんですか。どういう発明ですか。例えば今までって、例えばスパイダーマンって、はい、その、それぞれ違う俳優さんがアンドリュー・ガーフィールドって人がやってたりとか、はい、トビー・マグワイアって人がやってたり、それぞれやってて、はい、で、大体 3部作とか2部作で終わってたんですけど、はい、なんとこのスパイダーマン、はい、ちょっとここからネタバレ軽くしますけど、はい、それぞれパラレルワールドの時空が違ってて、はい、で、その時空を飛び越えて、はい、過去のスパイダーマンも同じ、世界軸に集まってきたって話なんですよ。そうすると、例えばじゃあ007って今までいろんな俳優さんがやってますけど、007の過去のも全部違う時空で起きてた話で、一つの世界にまとまってきたっていう、めちゃくちゃすごい発明なんですよ。これやられちゃうと、じゃあ男は辛いよの、じゃあ過去のいろんなマドンナの人たちが、全部集まって同窓会やるとか、まあ今だと、東映の戦隊ものがレッドだけ集まったりするじゃないですか。ああいう世界観ですね、仮面ライダーの。ああいうのが無限にできちゃうっていうのが、ちょっと禁断の扉開けたかなっていうね。いや、でも、ノーウェイホームはちょっと至らないと思います、僕は。至らない。あ、そう。そこまでじゃないと。あれはね。それではフリー以外の方が上。フリー以外の方が上です。ノーウェイホームは、その各世代のね、スパイダーマン集めてきましたっていう発明です、確かに。ただそれ、パンドラの箱というか、それをやっちゃうと、もうその、このキャラクターに感情移入させようとかっていう映画的演出を無視して、もう過去にあったものを引っ張ってくればいい話になっちゃう。いいじゃないか、それで。そうなると、それでいいんですよ。それでいいんですよ。いや、あのね、そこが、やっぱちょっと違うなって僕は思うのは、別にしといたらいいんだ、あの、初めてその映画を見た人がどう思うかだと思うんですよ。ああ、なるほど、なるほど。やっぱりちょっと入り組んでるというか、昔の知ってれば楽しめるよね。時代は変わるんですよ。入り組むんです。だから、アップルがある日突然ね、そのもうエアポッツでもう1000やめましたみたいな。それって革命じゃないですか。え、それずるいよも何もないんです。やったもん勝ちなんです。いや、まあ。それちょっと映画をビジネス視点にちょっとしすぎてる感じはありますけど。勝手に戦わないでください。すいません、すいません。ちょっと熱くなっちゃいました。ちょっとすいません、ここだけは譲れない。申し訳ない、申し訳ない。いや、でも、やっぱアリコンさん、やっぱその、映画の土俵になるとすごいっすね。もう映画、まあ映画もダメなんですけど、そんなにね、キリア監督に浅いって言われちゃうぐらいなんで。いや、それすごい何持ってる。それがもう軸になっちゃう。そうそう。あれはやっぱ大きな事件でしたね。いや、あれは大きな事件でした。まあ、あれは。ちょっとした、バラエティ的なやつだと思ったら、かなり大きいですね、あれ。もういいんじゃないですか、バラエティの中のことは。まあ、そうですね。僕はもうそれでね、笑っていただけるんであれば、もう全然それで、はい。それはいいとして。エロい男です、また。そう、そうなってくると、ちょっと、こっちからこういう映画が見たいっていうので、プレゼンしてほしいんだけど、春日さん、なんか、こういう感じの、うん、見たいってあります？そうだね、うん、恋愛映画、ほう、うん、まあ見ないんですよ、はいはい、別になんか分からんし、うん、誰と誰がくっついてとかなるっていうのあんま興味ないし、そんな春日でも、じゃあ見なければいいじゃん、ちちちじゃないから。そしたらおしまいじゃない。だって、興味ないこと自分で分かってる。分かる分かる。だけども、それでも見て面白いと思える恋愛映画はあるのかなと思って。
ありますね。絶対見ないじゃん。春日が面白いと思う、うん、恋愛映画。うん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 、もう浮かんでんすか？浮かんでます。え？早っ！だから何個かある中で、もうちょっと精度を高めたいんですよ。もうちょっとなんかオーダー言ってもらっても全然大丈夫。それにもっと寄せられる。どういう気持ちになりたいとか。とか。言ってもいいですか？ハッピーエンドだとかね。はいはいはい。あ、だからもう例えば何この、若い世代のやつがいいです。な若いとか、自分が、はい、こう、みんなよ、お前が若い世代の恋愛、気持ち悪いな。だから40いくつの男が、そう恋をするとか。みんなよ。じゃなくて、また、変、アイズワイドシャットやるぞ。兄貴兄貴じゃないよ。先輩だから。先にやってる。先輩だもんね。もうある意味、ある意味先輩だもん。木が上だから、年齢は下だけど。下だけど。妖精所みたいな。腰が上の兄貴、ね。アイズワイドシャットで言うと、養成所のね。養成所、養成所。ああいう若い子が見る、ね。で、もう春日も楽しみ。そう、若い子見ると、その、主人公出てる人が若い。別に若い子向けじゃなくてもいいんですけど、はいはいはい、それあるじゃん、中年の声みたいな。はい、そういうんじゃなくて、はい、自分置き換えてる。僕はもうじゃあ開きました。僕もあります。はい。うん、早っ。どっちから行きましょう。え、もう、じゃあどっちでもいいって感じだね、二人とも。もう先行でも、先行でも。うん。え、じゃあ、どうする、うん、同時に喋ってもらう。同時だ、ちょっと聞きづらいわ。で、これ見たいと保留の、あれが、札があるから、二人であげましょう。はいはい、はい。どっちかで言うから。じゃあ、どうするアリコンさん、じゃあアリコンさん。フリースタイルラップバトルみたいになってきたね。もうじゃんけんで、最初はグー。あ、そうしましょうか。最初はグー。じゃんけんぽい。はい。じゃあ僕先行で。おー、はい、先行でじゃあ斉藤のプレゼン、はい、お願いします。僕が紹介するのは、アバウトタイムという映画なんですけども。はい。これどういう話かと言いますと、うん、まあ、男女のね、恋愛ものなんですけど、うん、男側の家系が、ちょっと特殊能力を持ってまして、うん、何かというと、タンスの中に入ると、うん、こう、時間を遡れるんですよ。やり直せるんですよ。で、この能力を使って、彼女を作ろうとしたりとか、いろいろこうしていくんですけど、これ、バックトゥーザフューチャー好きな人は、ちょっと SF 絡みと恋愛が今うまくマッチしてるんですね。で、便利な機能じゃないですか、この能力。なんですけど、繰り返していくごとに、あれちょっとこれこのままでいいのかなと。主人公たちが思い出して、そこでお父さんとかいろいろ絡みがあって、泣けるし笑えるし幸せな気持ちになる素敵な恋愛画なんで、ぜひ見てください。おー、はい、これはじゃあ早速札出しましょうか。いいね、はい、どうでしょう。せーの、見たい。あ、あざす。俺これ、いや、いいとこ持ってきた、めっちゃ見たい。あ、めっちゃいい映画です、これは。で、その、だから、ただ単に、過去に戻れたりして、はいはいはい、得するだけじゃないのないんです。思うことがあるんだ、そこで。思うことがあるんですよ。なるほど。これは、俺は、ちょっとすぐ見たいな。うん、これいいね。いいですよ。SF も入ってますからね。ああ、でも恋愛映画って。で、基本は恋愛映画です。もうすごい綺麗な映画なんで。もう、教えて、全部。その、ネタバレになっちゃうんですよ。見てくださいよ。でも、ちょっとこれ補足していいですか、はい、この映画の素晴らしいのは、はい、本当に、その、今まで僕は、まあ、バックスデフューチャー好きとしては、はい、過去に行ったり未来に行ったりすることが正義だと僕思ってたんですよ。はい、ところが、この映画って全く逆説の正義を言ってて、はい、そんなことするから、はい、こんがらがって、はい、ややこしいことが起きるんだと。未来は1秒先から変えられるから、はい、そのままが一番幸せなんだっていう答えに気づくんですよ。はい、あ、ね、じゃあ、アリコンさんに今一番響きますよ、ね。もう全く同じこと言おうと思って。自分に言ってたんですね、1秒先から変えていく。はあ、一回でも炭素入ってみたらどうですか、もしかしたらね、過去に。入りますかね、そこは譲らない。いやいや、もう今ブリブリなんで、もうブリブリなんで。すぐブリちゃう、今。心病んでる。やらないでよ、急に。ただ、アリコンさんの高校はあるから、なんだろう。これはでも、まずいい攻撃だった。ありがとうございます。それでは、アリコンさんの攻撃、はい、アリコンさんのプレゼンです。はい、お願いします。僕はですね、君に読む物語をプレゼンしたいと思います。これ、一番最初、老夫婦というか、まあ、おばあちゃんとおじいちゃんがいるんですけど、そのおばあちゃんが、ちょっと認知症なんですね。うん、で、おじいちゃんが、とある若い男女の二人の物語を言うんですね。うん、そしたら、そのおばあちゃんが、うん、あれ？途中からだんだん気づいて、それは私たちのことだったのねっていうので、昔の記憶をふわーっと蘇るわけです。で、そこで若い恋愛になるんですけど、すごくね、お嬢様と、それからその貧しい身分の男の子がいて、で、当時戦争だったんで、戦争で行ったらもう、君のために365通の手紙を書くよって言って戦地に行ったけど、待てど暮らさず全然手紙来ないんですよ。そしたら、うん、
もう生きてるか死んでるか分かんないから、その、お母さんがもっとお金持ちの、他の子と結婚しなさいよって、結局結婚しそうになった時に、その彼が帰ってくるんですよ。僕が君のために365日手紙出したけど、受け取ったって言ったら、受け取ってない。あれ？お母さんが全部隠してたんですよ。はぁ。で、での後あ、まさかの後この戦法もあるなぁ。いや、その後どうなるかって話なんですよね。気になる。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと今、ちょっと熱くなりすぎちゃった、これ。迷うなぁ。じゃあ判定しましょうか。はい、はい。じゃあ、せーの。保留。いやいや、ちょっと待ってよ、これ。いやいや、拍手じゃないよ、ほんとに。だって、やっぱ、その、で、で、そう、ね、そうよ、ね。そうね。そこが時間があるから。ちょっとで、ね、今、熱くなりすぎちゃう。思わず、気持ちが乗っちゃった、今。有子さん、全体的に喋りすぎです。そうね。申し訳ない、申し訳ない。はい、そうだね。うまくまとめたらね。いい話だと面白そうな。次、まとめやりますよ。はい。なるほど。春日さん、じゃあ、これは、あれですね。これは斎藤、そうそうだね。アバウトタイムも見たいね。うん、ぜひぜひ。なんかこれいい映画なんでね、ほんと。僕は、結構春日とまた違って、僕がオーダーいいですか、まあ、40代、はい、中年の危機、みたいな感じになっちゃって、はい、なんか毎日がこう、冴えない。なんかこう、刺激がない。はい、はい。うん。退屈してるおじさん。うん。うん、なかなかおじさんがこう、主人公になる映画が少ないなと思って、はい、はい。で、そんな冴えないおじさんが、なんか、こう、日々の色を取り戻していく。ほー。みたいなのを見たいんですよ。はい、はい、はい。ちょっと狭いから、シンキングタイムいりますか？いや、もう全然大丈夫です。でも、すごい。いや、二人とも実力あるんですね。まあ、俺、先週まで舐めてました。あ、いやいや。いや、僕はいいですけど、アリコンさんは舐めてくれない。いやいやいや。僕一からなんで、ちょっと今頑張ります。すごい。じゃあ、これは、はい、どっちも先行でもどっちでもいい。どっちでもいいです。はい、どっちでもいいです。じゃあ、今度アリコンさんも、はい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 。もう浮かんでんすか？浮かんでます。はい。じゃあ、アリコンさんの。じゃあ、今度1分でいきますからね。ちゃんと今、秒数見てますからね。お願いします。僕がおすすめするのは、シェフ三つ星フードトラック始めましたという作品で、これはまあ、中年の男性が雇われて、その三つ星シェフの、レストランの、まあ、店長やってるんですけど、本当は自分がやりたい料理とかいろいろプレゼンするんだけど、オーナーにことごとく断られちゃうんですね。で、そんなんだったらって言って、そこ辞めて、で、自分でフードトラックでメキシカンタコスを作るお店を、やり始めるわけですよ。そしたら、最初はそんなね、もうレストランの一流のところから、急にそんなフードトラックやってみんなにバカにされるんですけど、美味しいっていうので SNS で拡散されて、まあ、うまくいってなかった奥さんとか、子供とのよりを取り戻していくという輝きを取り戻していく話で、これね、実はね、アイアンマンの監督が、当時、自分の意見が通らなくて、結局自分で自主制作で作ったのが、このシェフ三つ星フードトラックなんです。だから、映画界を比喩してる話なんですね。なるほど。はい。それを比喩してるということで、以上です。おー様子見ながらだとなかなか大変ですね、これね。おー、じゃあ判定しましょうか。はい、お願いします。せーの、見たい。あ、これは見たいわ。これ結構緊張する企画ですね、これね。緊張感ありますよね。緊張感あるね、これ。すごいですね、二人とも早いし。いやいやいや。でもこれ本当にすごい映画。すごいの、この映画。うんって言いますもんね、お互い。いや、タイトルだから、ぶっちゃけアバウトタイムはいいセレクションだと、敵ながらに思ってるんですよ。あ、本当ですか。いい、すごくいい。ありがとうございます、そんな。褒めていただけて。先週までこんな企画成功すると思ってなかったんですよ、これ。賞賛なかったんですあれ、そうなんですか、これ。信じてたのに。でも、割り込もうと思ってたのに。いや、熱くなってきちゃった、なんか。熱くていいんですよね。うん、で今めちゃめちゃいいです。本気ですか？で、なんか本当に映画を久々に見たいなっていう感じが。俺は嬉しいです、ね。じゃあ、高校斎藤くんのプレゼン、お願いします。僕が紹介するのは、ジェームズ・ガン監督のスーパーという映画なんですけども、これスーパーヒーロー、まあヒーローの映画なんですね。これまあで、自主警備というか、自分でおのずとコスプレをして、街でこう戦うヒーローの話なんですけども、まあ中年男性なんですよ。で、奥さんがいるんですけども、奥さんが、まあちょっと悪いマフィアにちょっと捕まっちゃって、で、拉致されちゃうんですね。いろんな誘惑で、で、それを取り戻そうとしてクリムゾンボルトっていう自主制作のヒーローになって戦いに行くんですけども、これ何が面白いかっていうと、今流行ってるヒーロー映画のアンチテーゼ的なところにまさになってて、実際ヒーローってこう暴力を振るったらこういう痛みが伴うよね。
ていう話になるんですよ。だから綺麗な話じゃないんですよ、ずっと。なんか、かっこよく助けに行くんだけど、こう、ボルトで殴って、なんか力パーとか出ちゃって、あれでもヒーローってこういう活動、あれ実際やったらこうなるんだみたいな、ちょっと戸惑いがあって怖い話かなと思うんですけど、最後に優しいあるものを手に入れて終わるという、すごく優しい着地になってるんで、ぜひ見てください。なるほど。それでは判定いきましょうか。はい、せーの、保留です、ね。あら、若林さん保留。うん、はい。いやいや、面白そうだと思ってた。でも、ちょっとそこ、気になるけど、ちょっとオーダーからね、ちょっとだけ。ちょっとずれちゃってましたからね。ちょっとで、ずれてはいないけど、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ見たいのが、アリコンさんの方だったから。ありがとうございます。三つ星ね。勝田さんを見たい。見たいな、面白い。いや、だから普通のなんかそういうね、ヒーローものじゃない。はい、そうですね。なんかちょっとこの、もうちょっとひねりのあるような。ひねりがあります。またキックアスとはまた違う。違いますね。キックアス結構ポップじゃないですか。ポップポップ。なんですけど、スーパーはもうちょっとドライというか、なるほど、なるほど。リアリティがある。人間に迫ってる部分も多いというか。ただそんな怖いことやってるんですけど、最後、ほんと不思議とポロッと涙が出ちゃう。そうなのよ。ですよね。そうなのよ。いいですか。いいっすよね、アリコンさん、これね。いや、これ最後まで見てもらいたいです。結構途中痛々しいが出てくるんですけど、でもやっぱり、その人生って痛いんですよね。痛いっすか、人生。痛いっすね。重みがあるね。いや、やっぱり、スーパーの気持ちがね、最近やっぱ痛いっすよね。いやいやいや。そう言われると、スーパー見たくなった。でもね、本当映画ってどれもいいよね、やっぱね。いや、そうですね。全部いいんだよ。終わりなんかないんですよ。いや、もう終わっていいじゃん、今日。いやいや、それはまた違います。今日はね、勝負だから。それはそれでやりましょう。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、春日を感じろ。さあ、ここまでで、アリコンさんどうですか、斎藤はやっぱり若手ですけど、はい、いや昔の自分を見てるようですねなんか、どういうところですか、事件を起こす前のね、事件あのやっぱりでもなんか、はい、そのやっぱ魂が乗ってるっていうか、はい、あ、本当に映画好きってだよねっていう、はい、もちろんこれ今回対戦ですけど、はい、言ってることは僕ね実は一緒のこと言ってるんじゃないかと思ってるんですよ。なるほど、うん、その作品が違うんですか、戦いながら、うん、でも本当の世界ってそうじゃないですか、その手法が違うだけで、実は、真反対のこと言ってんだけど、着地では実は一緒だったりするっていう。なるほど、なるほど。そんな気がします。キーラ監督とも一緒だと思いますよ、結局。いやー、それは違いますね。いや、そこだけは。残念ながら。一緒なんじゃないの、俺なんか収まるようにしたんだけど、着地点見せたんだけど。斉藤はどう、やっぱアリコンさんのダイレクトに。いや、やっぱすごいですよね。もう、あの、隙間に喋る量の情報の密度が高いんで、でも確かに、あの、今おっしゃっていただいたこう喋りながら、戦ってるんですけど、だよねだよねってこう、ただフリー以外は面白いと思ってます。フリー以外はでもまだ負けないんじゃない。でも真横で見ててこの2人の対決すごいめっちゃワクワクする。本当に本当に R指定さんとハンニャーさんのラップバトルみたいな、なんかね本当に横で熱くなってくる。嬉しいです。春日さん、じゃあ次に見たい映画のオーダーもしあったら。そうね、恋愛映画をね、最初ははい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 、若者の恋愛映画のオーダーでしたよ。うん、もうなんかシンプルに後味の悪い映画にしようかな。そうなんですけど。私、好きなんですよ。後味はセブンとか。はいはいはい。ファニーゲームとか好きなんですよ。人の不幸好きだからな、お前。人の不幸とかなんだかなって思う。いや、人の不幸好きだからなって。人の不幸とは関係ないだろうよ。なあ、確かに好きだけども。ごめんなさい、楽しい空気をね。そうそう、ピリッとしました。そうですね。ピリッとしましたね、これ。なんかずっと良かったけど、急ブレーキかな。急に、ピリッとしました。ってなりました。ごめんなさいね、大きな声出して。じゃあ、俺が、なんか、サスケで池に落ちたのを笑うんですよ、僕は。それを思い出しちゃって、スースーさんと言っちゃって。そうなんですよね。あれもバッドエンドだもんね。バッドエンド、バッドエンド好きなんでね。お前人の服好きだからな。いや、関係ないだろ、今別にそれは。すみませんね、そう、すみません。謝るならやめてくださいよ。早く、オーダーじゃないよ、お前よ。だから、そういうこと、とにかく後味悪い。後味悪い。もうなんだったら、もう、あの、2時間これ、いや、お前だよってなんだよ。映画のオーダー出してる途中でしょうか、今。お前のロケ V だよ。何がロケ V?
後味悪くないだろ、お前。楽しい感じで仕上げてもらってるわ、毎回。俺、プレゼンしようか、うん、お前のロケ部員の後味が悪い。何をもって後味悪いか。いや、いいのよ、別に。うん、だからこうね、見なきゃよかったね。はいはいはい、はい。そんなに？うん、それぐらいの。お前ってそういう人間なんだな。見なきゃいいじゃん、じゃあ。見なきゃいいじゃんってなんだよ。うん、見たから見なきゃよかったなって思えるわけだから。さっきもそうだしさ、おじさんが見る映画がないんですって、うん、お前映画見なきゃいい。なんでだよ。普段見ないから、ね、見るように知らないだけだと思ってるから。うん。見るような映画があるのかって言ってんだよ。もう浮かんでんす。浮かんでます。浮かんでます。すぐ行きます。ごめんなさい。はい、変なスピンオフ作っちゃって。大丈夫ですよ、大丈夫です。これもまたどっちも先行。どっちがもう最初はグーでお願いします。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。おぉ、アリコンさんどっち行きます？じゃあ先行でいいします。おぉ、はい、それでは、アリコンさん、とにかく後味の悪い、見なきゃよかったと思う映画のプレゼン、お願いします。僕はね、127時間っていうね、ダニー・ボイル監督の作品を紹介します。これ、まあ、アメリカのグランドキャニオンみたいな山があるところで、はい、ある登山家が一人で、バーッとこう、山登っていくわけですよ。うんうん、そしたら、うん、ある時にバッと手滑らして、バーンと片方の腕が、もう、岩と岩の間にバーンと挟まっちゃったんですよ。そしたら、もうそんなとこって、基本誰もいないような渓谷なんですよね。そしたらもう腕挟まったまま、チューブラリンな状態で、で、これ127時間。大体だから6日とか7日ぐらいあるんですけど、全く動かないで、叫んでも、もう誰も響かない。夜になる。トイレも行きたくなる。お腹もすく。うわ、あの車の中にあったとか、あとビデオテープは彼持ってるんですけど、もうこのままだとダメかもしれないって、自分の両親にビデオテープでコメント残したりするわけです。これ実話です。で、最後、彼が取った決断とは一体何なのかっていうのが、もう想像を絶する後味の悪さで終わるんだ。うわー、すげえ。いや、じゃあまず、これ登場人物一人です。はい。基本的に。それでは判定、せーの、見たい。おー、ありがとうございます。めっちゃ登場人物一人ですか？一人でほぼ演じてて。珍しい映画ですね。珍しいです。ほぼ演じてて。はい。これはもう全然見たいわ、俺。いや、見たい。いや、春日のね、オーダーが良かった。後味が悪い。後味悪くなるんだ、これで。良かった。これ系の映画で。これ、じゃあ、斎藤さん、もう浮かんでんのね。あります、あります。はい。それでは、斎藤さんの後味悪い映画のプレゼン、お願いします。僕日本映画で、哀愁シンデレラという作品なんですけど、これは田中圭さんと土屋太鳳さんが主演でございまして、土屋太鳳さんが、まあ、ちょっと貧乏な家庭なんですけども、田中圭さんがお医者さんで、で、ひょんな付き合いから、なんか流れて結婚することになるっていう。で、そこから、まあ、向こうは田中圭さんの娘さんがいらっしゃって、まあ、ちょっと変な感じなんですよ、その親子が。でも、まあ、家族だし、ちょっと慣れていくしかないって思って、徐々に、こう、慣れていくんですけど、その慣れた先が、とんでもない、本当これ子供には見せちゃいけない最悪の結末なんですけど、これ実は脚本を土屋太鳳さんにお願いしますって言った時に、土屋太鳳さん3回断ったんですよ。なんで、もう私にはこんなの無理ですと。最悪ですって。でももう3回目で、まあこれ運命なのかもしれないと思って受け入れたっていう脚本で、このシンデレラっていうのも、哀愁シンデレラ、シンデレラも、ガラスの靴が合う合わないじゃないですか、元ネタって。果たして、シンデレラってあの後、幸せになったのかなっていう疑問から始まる胸クソ映画なんで、ぜひ見てください。じゃあ判定、せーの、見たい。ありがとうございます。いや。いいね、そのなんか裏話みたいなやつ。一応、土屋君がね、3回断ったっていう。ねえ、ピュアな人だから、その人が3回断るぐらい無理ですと。でも、確かにシンデレラあの後ね、そうなんだっていうのを言われちゃったら見たくなりますよ。いやいや、いいじゃん。靴が合うだけで決めていいの、結婚相手はっていう、古典的なこう話に対して問いかけをしてるっていう、そこはうまいんですよね。これはもうお互いに出してるが、いいの出してきたなっていう。はい、もうお互いにいい作品ですね。いいや。本当。アリゴンさんの作品も素晴らしい。いやいやいや、本当に。ちょっとこの後飲みに行こうかな。はい、お願いします。長くなっちゃう。ぜひ、バチバチが見たかったね。パーティーは呼べますか？あ、パーティーちょっと今度来てよ。じゃあ、春日さん一緒にお願いします。みんな仮面つけて集まる。なんでそっちに持ってこうとするの？
秘密パーティーじゃないから。じゃないですね。素顔でいいんですね。これ、俺、ちょっと俺からのオーダーで。はい、お願いします。なかったらないで別のオーダーに変えますけど、はい、もう正直日本のお笑い負けてるな、負けたなっていうぐらい、笑える、シンプルに。海外の。海外の映画ってあんのかなと思って。あの、まあ、端くれですけど、我々もお笑い芸人やらせてもらってる、これは、こんな面白いものがあるのかってびっくりする映画ってあんのかなと思って、ね、もちろん好きなんですけど、マスクとか、ミスター・ビーンさんとか、でもそれも含めて、うんうん、二人の中で、もう笑ったなっていう、はいはい、浮かんでる。ああ、浮かんでます、一応。いける?アリコンさんも浮かんでます。ただ、その難しいのが、アメリカの中でのスタンダップコメディの笑いと、日本の笑いの文化ってまたちょっと違うんで、そうですよね、まあこの、スタンダップコメディとかの中で面白いとかっていう。うん、そうですね、ジャンルが。やっぱり僕はちょっと洋画がやっぱすごい得意なんで、はい、洋画というよりやっぱ洋画でっていう感じで、ちょっとジャンルは違いますけどって。ジャンルは違うけど、はい、面白かったやつ。面白いっていう。浮かんでる。以上、はい。なんか声出して笑っちゃうような映画。爆笑っていう。爆笑、もう笑う、うん、面白いなじゃなくて、はっ、はい、もう声出して、笑っちゃうみたいな映画やね。大体。じゃねえんだよ、お前。何入ってきてんだよ。何がね、別にいいだろうがよ。あれ細かくしてんだよ。基本的にね、そこ、ね、笑っちゃう。面白いってあるじゃん。本当に気まずい感じになるじゃないですか。うん。いいだろ、別に。分けてんだよ、今。二人のオーダーの。何別にいい付け出しても別にそこは。なんで、じゃあ、言いたいのは、俺は、うん、俺が、笑いたい映画って言ってんのに、うん、お前が決めてただろ今最後のフレーム。いやちょっととにかく爆笑したいっつって、うん、俺とお前が面白いと思うのは違うからな。出過ぎた真似すんねん。カン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 で、なんですかこれ。これは何の戦いなんですか。どういうことこれ。これはシンキングタイムです。ああ優しい。そういうことで、これ前座です。全部我々なんで。ありがとうございます。僕らのためにってことですよね。そうそうそう。エキシビジョンみたいな。変な空気にしたいわけじゃないぞ。ありがとうございます。面白い映画ってオーダー出してるやつがこんなつまんないね。誰も笑えないやりとり。そうです。しないですよ。つなぐならもうちょっと明るい感じで。僕わかります。今度から、今度からいいですか。次からそうさせてもらいます。じゃあ斉藤からでいい。あ、いいですか。はい。それじゃあ斉藤さんの笑える映画のプレゼンお願いします、うん、ちょっとあえて韓国映画でちょっと行きたいと思うんですけども、あのエクストリームジョブっていう、映画がございまして、うん、これあのポンコツ5人組の警察官がいるんですけど、うん、麻薬取締犯なんですよ、うん、でも全然犯人逮捕できなくて右往左往してる時に、うん、ちょっと麻薬を、まあ、密売してるヤクザの隣にちょっと張り込みしようみたいになるんですね、うんうん、で、その、張り込んだ先がチキン屋さんなんですよ。で、そのチキン屋さんで張り込んでるんですけど、ある日チキン屋さんが潰れちゃうんですね。あれ、どうやって張り込むんだと。ね。そしたら、チキン屋さんをこの5人で、ついで、ちょっと、お店も経営しながら張り込みしようか、みたいな。なるほど。話になるんですよ。ここまではまあいいじゃないですか。なんですけど、そっから、チキン屋さんがなんと繁盛してしまいまして、テレビの取材とかが来て、有名になっちゃうんですよ。で、その、犯人がいる間に、こっちは忙しくてチキンの配達とか言ってて、犯人結局逮捕できないみたいな話になるんですけど、最後爆笑の、展開というか、え、こんな人たちだったのってオチが最高なんで、ぜひご覧ください。いや、これは、判定いきましょう。はい、せーの。見たい。ありがとうございます。これは、やっぱ、はい、やっぱ韓国のお笑い、お笑いっていうか、はい、まあ映画だけど、はいすごいなとも思える。そうですね。まあ、アジア圏だからってのあるかもしれないですけど。まあ、ちょっと親近感湧く設定で。湧きますね。で、ちゃんとやっぱ振りボケ突っ込みみたいな。しっかりしてんだね。そうなんです。で、韓国って、暴力描写が基本すごいので、ね、叩いたりみたいな、その、いわゆる大きい突っ込みみたいな、ドリフみたいなことをちゃんとこう映画内で、やってんの?リアリティある感じで、強めに行くな、みたいなのが。俺好きも。あ、本当ですか?俺暴力好きだから。暴力好き。お笑いの。はあ、お笑いの。お笑いのよ。笑えるやつよ。はい、うん。いや、これは、絶対見たいわ。面白そうだ。これはアリコンさんいいのチョイスしたなって思います。いやー、いいですね、やっぱりね。ああ、ありがとうございます。いいのチョイスだね。お互いく、たぶんワクワクしちゃう。天心たけるの感じなんだね。それじゃあ、アリコンさんの笑える映画のプレゼン、お願いします。僕はね、エイミー・シューマーと呼ばれる、アメリカの渡辺直美さん主演の I Feel Pretty という作品を紹介します。はい。これ、とある
ちょっと、こう、ぽっちゃりした女の子が、うんうん、まあ、普段、こう、ぺちゃくちゃ喋ってる、まあ、いけてないグループでいて、一年発起して、とある、こう、ジムで、うん、自転車こぐジムで、もう痩せようと思って頑張るわけですよ。はいはいはい、そしたら、張り切りすぎて、バーンって転倒して頭を打っちゃうわけですよ。そして、パッと目が覚めたら、鏡に、めちゃくちゃ美女が映ってると。あれ私、こんな美女になっていいのかしら。でも、周りから見たら、全然変わってないんですよ。ぽっちゃりしたままなんだけど、自分だけが勘違いして。そしたら急にその子が、その自信に満ち溢れて、街歩けばなんか男の人が番号を聞いてくるけど、それ整理券の番号だったりするんだけど、もう私の番号を聞いてきたとか、あれよあれという間に、全く CG とか整形とかしてないにもかかわらず、彼女がスーパーモデルみたいにだんだん御曹司と結婚したとかなっていくわけですよ。で、ある日、また頭をバーンと打ったときに、元の自分の体型に戻ってるのを発見したとき、さあどうなるのかって話。素晴らしい。さあどうなるのかって話で終わる。いいですね。なるほどね。1分の使い方が上手くなってる。成長してるじゃないですか、リコーさん。勉強します。今秒数見ながらやってます。でって言って終わってた人と思えない。数分で成長してるじゃないですか。あ、兄貴、ありがとうございます。いや、兄貴じゃねえんだ。先輩ですもんね。アイズワイドシャット。元の国で。説明してくれ、一回一回。アイズワイドシャット。アイズワイドシャット、一級上。一級上だから。一級上。一級上の加盟先輩ね。違うかな。はい。じゃあ判定します。せーの。見たい。わー、ありがとうございます。では。はー。いやー、見たいの連続になっちゃうね。いや、そうだね、ちょっとね。笑えるし、はい、考えさせられもするし、最後やっぱりなるほどという、いやー、これは見た目がやっぱり変わってないのに、実際に僕らもね、エイミー・シューバーさんが綺麗に見えてくるんですよ。やっぱり人の心は気の持ちようだなっていうふうに思いますよね。なるほどね、うん、これ素晴らしい映画ですね。メッセージ性もすごいですよね。あるんですよね。じゃあ春日さん、次が今一応ポイントが、あの、そうだ、アリコンさんと斉藤さんで、アリコンさんが6ポイント見たい。うん。斉藤さんが7ポイント。アリコンさんと斉藤さん、君に読む物語が2人とも他の保留が出たから。いや、そう、土地で終わっちゃったからね。うん。そうそう、それやっぱ出だったからね。そうでしたね、そうでしたね。それちょっとね。うん、話的には面白いんでしょうね。で、まあ、ありますか、こういう映画見、最後になります、このプレイ。最後？そうね。もう時間ですか。はい。もう時間なんですよ。早いですね。あっという間だ。最後か、じゃあなんかもう、はい。こっちのなんか、要望っていうの、二人のそのベスト映画、今までの。うん。で、それはバックトゥザフューチャーやな。お前だからそれ以外何って言ってたんだよ、お前。いや、それ以外もある、こんだけ見てんだから。あるわけないだろ、帽子かぶってきて、お前。ジャケットって靴もデロリアンで来てんだぞ、今日。そっか。まあまあまあ、バックトゥザフューチャーがナンバーワンですけど、あ、じゃあ2番目の映画出します。2番目ね。二番目の映画対決。あ、二番目の映画対決。面白いじゃないですか。で、斎藤はさ、はい、人生ナンバーワンとかツーとか決めれんの、そんだけ見てて。いや、難しいですよ。でしょ、これ映画好きさんはルーツですからね、まあ僕もそうですね。はいはいはい。そうです、そうです。まあ何をもってナンバーワンなのかね。どうすんの、じゃあ、オーダーは。じゃあ二番目でいいよ、二番目。二番目。ジャンル問わず。斎藤は一番目にしてあげたら。一番と一番目でいいわ。でも合わないか、二番目の。二番目、そうだね。おー。うん、まあ二番目でいい。二番目。はい、わかりました。だからもう、うん。はい。じゃあもう自分の色濃くしていいですわ。はい、そのなんか万人か。寄せなくていい。寄せなくていい。なるほど、なるほど。偏愛でいいってことですね。もうね。はい。いやいや、完全に自分の、それをうまいことを我々にプレゼンしてもらって、見たいが出せたら大したもんだなっていうね。なるほど。うるせえな。うるせえってなんだよ。なあ、うるせえことあるからテーマ出してんだからさ。でも、答えれます、その。まあ一応、はい。はい、大丈夫です。じゃあ、最初はグーでお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。おー、ナンバー2、2番。そうね、じゃあ高校にします。高校、はい。じゃあ先行。斉、はい、藤の人生ナンバー2の映画で、うん、プレゼンお願いします。僕は、戦慄回帰ファイル怖すぎという、白石浩二監督という J ホラーなんですけど。あ、日本のホラー？日本のホラーで、僕これ大好きなんですけど。何かというと、フェイクドキュメントというジャンルなんですね。これが嘘っぱちのドキュメントで、実は劇映画という構造を持ってまして、ある、まあ、ディレクター二人がいるんですけど、そこに、世の中にある奇妙な映像が送られてくるんですよ。で、そこに串先女が、
いたんですみたいな報告があると、じゃあ捕獲しに行こうとか、カッパがいたんですって言ったらじゃあ捕まえに行こうみたいな話になるんですけども、これの、あの、トイレの花子さんという回があるんですけど、これがですね、まあ、低予算なんですよ、フェイクドキュメントだから。なんですけど、この予算規模で、こんなに面白い展開があるのという、とある SF ジャンルが入ってくるんですね。これはちょっとネタバレになっちゃうんで言えないんですけども、これが、もうこの予算規模で見れるんだという感動で、号泣しちゃう面白さがある。泣くの？泣きます。こんな低予算映画見たことないという意味で、怖すぎシリーズちょっとぜひ見ていただきたい。必見でございます。じゃあ、判定しましょう。はい。せーの。見たい。あざす。号泣に行く。僕はちょっとびっくりしました、ね。だから。これで点数はどうなってんだ ?9 対6だから、もうアリコンさんの負けだ。ちょっと待ってください。もういやいやいや、ちょっと終了。あの、ジャンプアップなんとかみたいなどうですかちょっと。最後100億点みたいな。ジャンプワイドシャットある？全部アイズワイドに繋げなくていいんだよ。まあじゃあジャンプシャット します、うん、まあまあ、じゃないとやってる意味がなくなっちゃいますもんね。そうですね。いいですか、じゃあちょっと。まあじゃあ、とっておきのやつを、はい、お願いします。はい、じゃあ、2001年宇宙の旅を持っていきたいと思います。はあ、もう有名。それこそアイズワイドシャットの監督のスタンリー・キューブリックっていう人の作品なんですけど、これやっぱね、何が素晴らしいってね、その1968年に人類がアポロ計画でまだ月に行く前に、実際にスペースシャトルに行ったらどうなったっていう月に行く話なんですけど、うん、今見ても全然古くないんですよ、うん。いわゆるそのスペースシャトルの中身とか、うん、宇宙服とか、うん、宇宙食とか。で、これなんでなのかというと、うん、この映画が、できたことで人類の未来はこっちなんだっていうふうに学生の人たちがスペースシャトルのデザインとか未来の宇宙服とかをビジュアルショックを受けすぎて、NASA にその学生が勤めて同じものを作っちゃったんですよ。ということは映画というのは人類の未来をも決める影響力があるという、それくらいのもう人類のだから歴史を変える一本としては2001年宇宙の旅は見るべきです。さあということで判定です。せーの、保留。いやいや、ちょっと待って、おーい、おい、いや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 、ちょっと待ってください。いや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 、結構最近見ちゃって、あー、これはもう見ちゃったんですね。これの全集を買って、なるほど、見ちゃったからなんですよ。なるほど、プレゼンは最高なんですけど、いやいやいや、ちょっと有名だから。オードリーのオールナイトニッポン。ということで、アリコンさんと斉藤くん来てくれてね、うん。で、最終対決の人生でナンバー2の映画対決で、うん、2001年宇宙の旅が、うん、俺がもう本当、なんだろう、もう、バックトゥーザフューチャー並みに回数見てる。ああ、そうだったんすか、なるほど。めちゃくちゃキューブリック好きなんで、はいはいはい、全集を持ってるぐらいなんで、うん、ブルーレイに。つい最近もまた見て、うん、はい、で、カズヤさんも見たことあるってことでね。うん、私は見たことはないんだけど。ないの？うん、あれ？ないんだけど、ちょっと、だからもう有名すぎるから。ああ。もっとなんか、その戦慄回帰ファイル怖すぎみたいな。それ何それ、うんうん、みたいなやつが欲しかった。いや、だってナンバー2って聞いたら有名作出てくるじゃん。それ、春日の責任もあんじゃないの？兄貴、頼みますよ、本当に。ってんでしょ、お願いしますよ。後輩だから。ねえ。うん。そうですよ。っていうのを、まあまあ勝手に期待しちゃったみたいな部分もあるんだけど。うん、ナンバー2作った当時、やっぱりそこはあるの、うん。いや、もう、いや、いやいやいや、春日とアリコンは笑うなよ。いいね、若林監督。監督、うん、監督、監督、別にそれが撮りたかったわけじゃない。いいですね。うん、最後結びつけてね。自由演技しないで、監督。見応えがあるよね。いや、本当に。今、軽く震えましたね、震えました、ね。震えた。伏線振りでね、伏線が最後に気持ちいい。後味のいい。場所伏線張ってこない。人生で伏線張ってきたから。
でも、もう全部、はい、もう見たくなりました。だからちゃんと、結構腰重いんですけど、うん、映画見ようと思ったら今、なんかちゃんと見てる人に聞いた熱量とね。いや、そうね。嬉しいし、一回見たくなったな。でも二人ともなんか、うん、いい戦いしたなっていう爽快感あるんじゃないですか。ありますね。あいや、なんかね、まあ一年半ぶりにこんな気持ちにね、味わいました。本当あの、今気分爽快っす。大丈夫ですか？いろいろありました。いろいろあったからね。いろいろあって。そうなんですよね。うん、いい戦いした。いやー、気持ちいいですね。久しぶりに気持ちいい。これでも二人になかなか叶う人がいないだろうね。まあ、そうだろうね。フリースタイルだったから。うん、斉藤どうだった？いや、もう大先輩が。いやいやいや。やっぱもうめちゃくちゃ勉強になりました。いや、ほんと、千代の富士貴乃花よ、これ。そんなですか？いや、ほんとよ。そのレベル。あ、そうか。ね、も斉藤も流暢で時間にぴったり収めるし、うんうんうん、まあ、ね、M1 1回戦で落ちるとは思えないよ。いや、本当です。なんで落ちた？もう一回やらせてほしいですよ、もう一回 M1 やりたいです。やったんだろ、あっさり。そうですね、やりました。やってダメでした。はい、なるほど、ね。でも、いい戦いできたから。いや、最高でした。また繋がるね、次は、ね。はい、もうちょっとまたやりたいです、ね。ちょっとでも、一応、なんか、保留も出したけど、全部見ると思います。あ、嬉しいですね。そのぐらい来たよね、カズ。いやー、そうね。うん。ちょっとあのね、ホワイトボード写真撮って帰りたい、うん、なんかベストオバウトも見せてもらったし、さすがプロの2人なんだなと思いましたね、うん、であとどんどん面白い映画っていうのはそうなんですよ、ね、出るんですよ。バックトゥザフューチャーとあの2人でよく話すんですけど、メジャーリーグと、はい、あとフィールドオブドリームスとキッズリターンばっかり見てるんですよ。なるほど、なるほど。いいよ、トレインスポッティング、はいはい、トレインスポッティング、いや、もう傑作ですよ。どん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 2000年代、まあ、2010年、うん、20年代出てきてるんですね、面白い映画は。あのね、やっぱり例えばそのフィールドオブドリームスに影響を受けた人がまた次のやだから結構芸術って系譜されていくというか、大送りのように次から次へとあるんで、それを辿っていくとね、結構面白いんですよ。はい、それもちょっと裏し、うん、フィールドオブドリームスに影響を受けた人が作った映画だよって聞いたら見たくなりますよね、はい、それは。あ、やっぱ斉藤もどんどん出てきてる面白い映画出てきてますね。もうさっきアリコンさんおっしゃっていただきましたけど、文化的 DNA みたいなものがこう継がれていくので、だからあの全部映画バラバラであるんじゃなくて、全部がこう実はうっすらつながって存在している共同体的なエンターテインメントなんで、なんかお前喋れるな。なんかあの今ここで言うことじゃないけど、はい、お前昔もっと痛かったよな。若林さん、見てください、それは。そう。いろいろ学んだんです。最後に言うことじゃない。本当ですよ。まだ最初に言ってくださいよ。お二人、本当に。いや、これ、素晴らしい戦い、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。オードリーのオールナイトニッポン。ニチレイプレゼンオードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー。冷凍食品をレンジでチンするくらいのお時間お付き合いいただくコーナーです。今週もクイズ東洋一のツッコミカスがやっていきます。リスナーはお題となるツッコミフレーズを引き出すボケを送ってもらい、カスガさんがそれをツッコミながら当てていただきます。ラジオネームわなびもち。俺は結構星座占いとか信じるタイプなんだけど、カスガさんは一体どっちなんだ。え、ん？なんか布川、トム・ブラウンの布川みたいな気が出してくるな。残念、不正解。ラジオネーム、パタグラフ。春日語カレンダーのヒットを受けて、翌年もカレンダーを出すことになったんだけど、その判断が、とんでもない悲劇を生むことになっちゃうんだ。ルシファー君のそのナレーションか。ああ、もう、ほぼ正解なんだけど、まだ正解にしない。いや、ブーじゃない。ラジオネーム世界百秋、うん。この前、有楽町を歩いていたら、元シンクロナイズドスイミング選手の青木愛さんを見かけたんだわ。いや、激レアさんのナレーションか。文言完全一致正解。やったぞ。もう初かもしれん。文言完全激レアさんのナレーション。やったな。だからやっぱヒロシこれは当たるわな。
人で喋ってたのこれ当たるよ。下手に読めないし。うん、まあまあそうだね。そう読むしかないもんね。うん、もう今日は3枚で終わり。うん、初じゃない？ぴったし当てたの。はい。こんな短い。ということで、今回のメールの中から良かった僕は春日さん選んでください。送ってくださった皆さんありがとうございますね。すいません、読めなくて。これは当たっちゃうか、お題が。そうね。これじゃあ素晴らしいメールだ。青木愛さんにしようかな。最後ね、世界100。ありがとうございます。10月のプレゼントです。極上ハンバーグ、ニンニクチャーハン、若鶏竜田揚げ、お弁当に具、モッツァレラチーズとトマトの包み揚げ以上の4種類が入っています。そして今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。さてクイズ東洋一のツッコミ春日、次回のお題を発表します。募集するツッコミフレーズは、テレビ出演本数1位目指す気が失せたわでございます。春日さん今ねテレビ出演本数ランキング1位目指してる、それを失せたわって言わすようなメールお願いします。詳細は公式ツイッターやホームページでもご確認ください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 日例の冷凍食品をお送りするので住所名年齢そして電話番号を忘れなく書いてください。ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたいニチレイ以上各社の協賛で東京中大学有楽町の日本放送キュアステーションに全国30局なお送り。さあということで一部の放送局を除いてこの後3時から浅井亮加藤知恵のオールナイトニッポンゼロ放送されます。うん、向こうのスタジオにいる2人と音声がつながっています。うん、読んでみましょう。浅井くん、加藤知恵さん、はい、こんばんは。こんばんは。めちゃめちゃ重ねてる。6年ぶりの、そうなんですよ、復活ですよね。6年半ぶりでやらせていただくんですけれども、スタッフとかもだいぶ変わったんじゃないですか。もう私はどなたももう存じ上げず初めての方に囲まれてやらせていただきます。そうなりますか。はい、その人じゃない。浅井くんは余分のこと、はいはい、知ってる方もいるんですが、この時間帯でもタクシー代が出るということで衝撃を。タクシーチケットが6年半前は出なかったんですけど、はい、衝撃を受けてます。そうなんです。そうだけど、そんなあとお弁当も用意されててびっくりしました。始まる前に言わなくて確かにそうなんだよ。そうなんだ。ちょっと頑張ってんのかな俺ら日本もね。そうみたいです。そうみたいです。まあ楽しんで話してください。ありがとうございます。僕も聞いてますんで。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、はい、失礼します。お世話様。さあということで、あ、そうそう、このチケットを、あ、そうだけど、うん、ラジオネーム空飛ぶだけで、学研さんが、はいはいはい、筋肉丸ね、時間のラジオネーム空飛ぶ武田、僕は春日さんに渡すの反対です。このように甘い汁を吸わせてしまうと、また社長に服をもらうあの忌まわしき時代に戻ってしまう気がします。いやいやいや大丈夫よ。ラジオネームガキの塩焼き、春日さんのためにあげないべきです。いや、なんで私のためなの。じゃあ、わかりました、決めましょう。このチケット、保留とさせていただきます。あ、そのこの札待って、これにも使うんだ。まだちょっとこちらで保留として保管させていただきます。保留ね。はいはい、はい、あ、ダメなわけじゃないってことね。今日は持って帰りません。はいはい、まあまあ、私は持って帰ります。あ、そう。はいはい、うん、まあダメじゃなければまあいいですわ。うん、目があるっちゅう本当はね、うん、渡すって札をね、はい、あげてもらいたかったけど、ダメですじゃないか。まあ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 、はいはいはい、でもね、そうかそうか。いやでも本当、
まあ、今日のジャガモンド斉藤とアリコンさん対決、うん、聞き応えバッチバチで、うん、なんかいい試合見たって感じのね、うん、あの雰囲気感想になるね。いやそうね、本当に、うん、なんかもう互角というか、うん、いいやり合いよね。なんかこれのなんだろうな、うん、春日さんと錦鯉の渡辺さんで AV バージョンもやってほしいな、ね、うん、お題出されて若林さんにおすすめなのは、はいはい、あ、もう浮かんでますって言ってシリーズもないですか、春日さんってもないですかみたいな逆にこっちからも注文出しちゃったとしてねでもいろんなの大でも春日 そのジャンルだったらできんじゃないねだったらそう、でも渡辺さんもすごい知識量だからね、あ、お互いに。そうね、でもやっぱりでもそれはさ、映画と違ってさ、その AV はさ、ジャンコ、あの偏るんじゃない、全般的に。だから自分の好きなさチャンルは強いけどさ、全般的に見てるやつっているのかな。でも2人とも自分ではなんか、自分 の、うん、あのテリエリアが決まってると思ってるだろうけど、はいはいはい、全般的に見てるよ2人とも見てるかな、うん、確かにどんなもんね、興味じゃないけど、趣味じゃないけど見てみようみたいな感じで見たりすることは確かあるね、うん、3本のうち1本それにしとくとかさ、借りるときじゃあ、全般的に見てんの、ね、聞いてらんないよ、そんなのやろうよ、これいろんなジャンルでできるよ、映画以外のね。佐久間さんは絶対入れんじゃない、こうアリコンさんと斉藤の対決に。確かに佐久間さん半端ないからね、三つどもえとかでもいけるよね、三つ、まあ、演劇とかも見てるから、うん、演劇とかもなかなか見に行きたいけどさ、うん、まだ、あ、どういうのを見に行くのがとかも、こっちのオーナーに答えてくれるっていうのはすごいよね、うん、すぐ出せる、ちょっと待ってくださいがなかったからね。ああ、うん、どうですか、あります、2人ともちょっと本物だっちゃうね。いやいや、ちょっと面白かったな、まだまだ聞きたかったぐらいだけど ね、いろんなね、結局6対9でね、ちょっと2001年宇宙の旅が本当ナンバー2なんだからさ。そうね、斉藤の圧勝でしたけどねだって斉藤はだって世代的にもちょっとズレがあるけど、うん、アリコンさんはあんま俺らと変わらないでしょ多分。そうだね、うん、世代的にはね。でもなんか俺アリコンさんと、うん、初めてダイレクトに絡んでみて、なんか正直なんかパーティー、うんうん、面白いわけねえだろうと思ってたの、うん、なんかアリコンさんが、まあ、今ここまでゲストで盛り上げてくれて申し訳ないけど、うん、でもなんかパーティー面白そうだねうん、パーティーのは、ま、今日パーティーのアリコンさんなんだパーティーのアリコンさん、いろんなところに回ってあのテンションでいろんなところ回っていろんなところ喋ってるんだよねパーティーのアリコンさんの時ナンバー2で2人とも笑ってんの、うん、本当ビンタしたかったよこのブックでビンタしようかなと思ってでも最高にいいものをね、うん、聞かせていただきました、うん、ゲストのお二人ありがとうございました、うん、ミッフィーちゃん、この後また夢でお会いしましょう。アディオス。